ですね、なんかしっとりした したあのタイトルですけれども、のちょうどですね、M 随行デジタルの 75mm1.8 というレンズも出ましたので、 OMD と合わせてですね、ちょっとトークライブをしたいと思いますけれども、今日はですね、随行デジタルアカデミーの講師でもおなじみの佐々木啓太さんにいらしていただいています。どうもよろしくお願いします。佐々木さんは久しぶりですね。久しぶり、そうですね。先ほど聞いたら初めて、出てたらしい、出てたらしい、うん、初めてですとか言って、はい、いつも新鮮な気持ちで。あ、そういうことですね、はい、XZ1 の時にあれも時間を押しましたけれども、そうでしたっけね、そんなに喋りましたっけ、はい、あれもまあいいカメラでしたからね、喋ることはいっぱい、はい、今日のもですね、内容が非常に豊富なんですけれども、で今日のもともとのですね、はい、なぜまあ、OMD で語らう夏の夕べというタイトルはうちの高野さん の, まあ、決めたんですけれども、はい、内容はですね、そんな緩いものではないくてですね、熱く、はい、そうだから今日だけは皆さん、お部屋の設定温度を2度ほど下げて、2度ほどこの2時間だけはね下げていただいて、上げなきゃいけないじゃないですか、熱くなるから。いやいやいや、こっちからも熱い熱気が届きますから。そういうことですか、はいはい、モニター越しに多分熱気も届くと思いますので、いや、よくですね、やはり私の写真教室なんかもう OMD 買ってる方一色になってきまして、ペンの方ももちろんいるんですけど、最近ものすごい増えててですね、聞かれるのが細かい設定をよく聞かれるんですけども、あ、で私はまあメーカーの人間なので、はい、ここをこうやると変わりますよとか言うんですけど、そういうことじゃなくて、はい、何をここに設定してんだとかそうそう、これは何を変えられるんですよね、いっぱい変えられるんですけど、いや、私の設定を話したところでしょうがないので、じゃあ そこで思ったのがですね、はい、こういう細かい設定をいつも変えているのは佐々木さんであろうというのが、そうですね、うちの教室のメンバー満場一致で、はい、で、そんな話をしてた時に、はい、ああ、どうぞ、そんな話をしてた時にですね、じゃじゃん、じゃじゃんと、これ、ね、ちょっと見えますかね、巷の噂ではね、あれ、そっちに行くの、これ使えばいいんじゃないの。あ、これ使える、うん、便利なのは世の中にはあるみたいですよ。ここにカメラが仕込まれてたの、これです。おお、来たこれね、巷では私のお尻じゃないかっていう評判もあるんですけどね、これ ちなみに違いますか。そう思いますよね。いやいや、違う、なんか似てるっていうんですけど、撮ってるのは自分、僕が撮りましたけど、これは別の方、出版社の方。これ明日発売、明日発売、はい、フォトグラファーが教える オリンパス OMD 撮影スタイルブック、ブックですね、はい、今もうアマゾンでは予約も、してて結構上位にランクされてましたよ。いいとこ行ってるみたいですね。されてました、なかなか、はい、はい、これでもこのお尻違うんですか。違うって、だこれは違うんですよ。このカメラの持ってる、うん、なんか姿とかも なんかこう雰囲気ありますよね。若干こうしてくださいっていうのは言いましたけど。あ、そうですか、はい、で大体まあ左側についてますからね、カメラのこの肩持ちストラップを使ってるんですけど、はいはい、このストラップは自分、僕が作りました。作って、 あ、そうですね、そう今これ左側についてる、ね、こっちはほら自分のは黒だから、黒いカメラには赤いストラップで、シルバーには一応撮影用に黄色のやつを作った。赤だとちょっとおかしいかなと。あれ、今気づいたんですけど、はい、左手、佐々木さんいつもハンドストラップつけられてましたし、ペンから左手でしたっけ。そう、左手つけてます。利き手は右ですよ。右。あ、今気づきました、すみません。そういやいや、ペンの時からずっと左にしてるんですけど、これわけが、それはなぜか。いや、基本的にカメラは左手で持つもんだからっていうのと、ここを持ってて撮る時に、そうそう、撮る時に安定するし、あとはカード変えたり電池変えたりとか、右手は何かと忙しいでしょ、設定変えるとき、はい、あとそうすると、例えば電池を変えましたっていうときにストラップから離れちゃうじゃないですか、はいはい、なんで左にした方が安定して、いつもずっとストラップつけたまま持てるっていうのもありますね。でも最近マイクロシリーズでは両方のにつけるやつはやめた。もう軽いので片方でことが足りるので、うん、こういう形にしてます。これも自家製、これも自家製、
今日私もマイカメラを持ってきました。なんか渋くなりましたね、前よりね。前もちょっとこう派手だった、ちょっとフェミニンな感じでしたもんね。そうですね、やっぱり年取ったっていうことです。あ、ちょっと落ち着いたのか。直付けにしてやります。まあ来たら直付け。そう、直付けって潔いですよね。僕ちゃんと撮れるようにしてますけど。なんかそうですね、秋確かにハンドスラップでいけちゃいますね。そうそう、あの、はい、割にね、こう、まあ、このレンズだったらレンズ持ってこうブラブラするんですけど、うん、普段撮らないときはこう手に持ってブラブラしてる状態ですね。全然重くないですね。だレンズ変えたら ここに手を引っ掛けるときありますね。この上のところ、こっちに変えてもらっていいですか。ここにこうやって、こうやって、そう。ただこれなんか人に言ったら僕の手が大きいだけでこう持てませんって怒られたことがありますけど。あ、私はね、手小さいんですよね。いかない、やっぱり小さいんで。あ、これこっち倒さなきゃいけないね、はい、あ、だいぶ違いますね。だいぶ違いますね。だいぶ違いますね。確かにでかい。ここで2人で手を合わせてどうするのかっていう。私ちょっとね、まあ、今日の内容です。あ、すいません、はい、ぐだぐだ打ち合わせがそのままなんか、はい、飲み屋の打ち合わせがそのまま来てるような感じですいません。で、この本の話をしてみまして、はい、この本ちょうどですね、本当にこの本が減るからじゃあ佐々木さんっていうわけじゃなくて、その本当にうちの教室のメンバーで、細かい設定は佐々木さんだろうっていうことで、はい、ご依頼させていただいたんですけど、そしたらこの本の存在を知ってですね、で慌てて全部見ましたけど、もうこの本のそのままこう入ってる感じですね。頭の中で。佐々木さんの頭の中をこう取り出してきたような感じの。そうですね、ある意味だから今持てるものを全てつぎ込んだ感じではあります。自分が持ってるものを。これ読むから教室行かないやとか。あ、大丈夫大丈夫、大丈夫。そんな読んでも納得できないっていうところはたくさん作ってありますから。ぜひ直接聞きに来ていただければと思います。いや、これね、見たんですけど、すごいです、本当に佐々木さんの本。細かい設定で、でですね、内容を、まあ、ここのに書いてある内容を少しこうエッセンスを入れながら、やっていきたいなと思いますけど。そうですね、今日はカメラをね、で OMD をよりこう、もっと知りたいよっていう方がいらしたら、ぜひ買ってくださいっていう感じですね。はい、3冊買いがいいんですよね、基本的には。3冊買い、3冊買いで、2冊はサインを僕書きますから、で1冊は保存用で後々販売用で、サインが書いてあると古本屋さんでは落書き扱いになります。だから3冊買って、でもう1冊余るでしょ、サイン本もう1冊余ったら、はい、知り合いに配ってあげる。写真始めた人とかこう配って。3冊買いって、私今 OMD のいろいろある本の中のなんか違う本を2冊買って、これ1個入れてみて3冊買いかと思いました。はいはい、同じやつを3冊、ね、そう同じやつ、これ3冊買えばいいです。他のやつは他のやつもいいですね。細かい設定とか桃井さんが書かれた本とかもありますからね。あれはあれでね、すごい大変だったろうなって感じしましたけども、見ましたけど。あれはハマっちゃいますね。っちゃいますね。やりすぎるとハマっちゃいますね、確かに。機能は OMD すごくいいカメラですけど、逆に言うと機能がありすぎて、 そうですね、その組み合わせ一つで変わるんですよね。例えばこのシャッターボタン中の手ブレ補正オンっていうのができるようになったじゃないですか。半押し、シャッターボタン半押しで手ブレ補正ができるんだけど、ね、はい、実際僕はその機能は使ってない。なぜかというと、マニュアルフォーカスで撮ることが多くて、そうすると拡大をするんですね。拡大をして、拡大を戻すのにシャッターボタンの半押しで戻るようにして、そうするとその機能は一緒に使えない。使えないと。だ、そういうなんかこうかぶりみたいなのもあったりしますけどね。両方欲しいなみたいなのが多い。そうそう、いや、まあ、だからどっちかにする。最近よく教室でも言うんですけど、写真をやるのにまず大切なのは諦めること。諦めることは何より大事なので、その辺が、機能も全部を使いこなそうとするんじゃなくて、必要なところだけ使っていくといいんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあですね、早速こう中に入っていきたいと思いますけれども、はい、冒頭お話ししたそのどんな設定っていうところで、
結構 OMD カスタムできるボタンが増えてるんですね。3箇所、はい、3箇所ありますね。これにパワーバッテリーホルダーとかつけると、はいはいはい、パワーバッテリーホルダー側にもありますし、ありますね、はい、と1250のレンズ側にもありますね、これね、ありますので、うん、レンズボタンがね、はい、ファンクションボタンの、まずは基本としてこのボディ側のそうですねファンクションファンクションを、はい、お聞きしたいですけども、はい、ファンクションのこれ何が設定できるよとかいうのは別のユーストでもうやってますので、あ、一個一個なんかすごかったみたいですね、一個一個説明、あのメニューが出て一つずつこう、そうですね、懇切丁寧に、あの私の朗読みたいな感じになっちゃいましたけどじゃあみんなそれはもう前提として分かってそれはありますので、はい、あの佐々木さんが何を設定しているかちょっと気になるところで、そうですね、あの例えば被写体によっても変わったりすることはあるんですけど、今基本的に使うのはこのファンクション 2, ここですかね。そう、最初は何だっけ、上がですね、シャッターボタンの横側、そう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 、ファンクションポコッとちょっと出てるやつね、これが2ですね。1はどこかって1は裏側、1はこの裏ですね、裏側、ね、裏側の、はい、ここが1ですね、はい、ここが1、ここが、そうそうそう、これが1、これが2ですね、2です、はい、2はね、2は拡大、2は拡大、私も拡大です、これは拡大ですよね、そう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 、拡大拡 大, 拡大基本拡大ピントを手をこうキュッ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 て持ってくるでしょ、あ、やっぱりマニュアルでこう行くみたいな、基本はマニュアルで使うようになりましたね。最初はオートフォーカスを使ってたし、まあ今でもものによってはその何でしたっけ、トラッキングウェーブっていうんでしたっけ、あの、はいはい、追い込ん、あの自動追尾みたいなやつとかね、使う場合はオートフォーカス使いますけど、基本的にはマニュアルでもう拡大使ってピントを追い込んでいく、はい、っていうのが今の使い方ですかね、 OMD の。でそれができるようになったっていう、あのやっぱりこのファインダーがいいですね。正直ペンの時は、拡大してピントを追い込もうとはあまり思わなかった。その眩しい時とかはね便利だなと思ったんですけど、でも OMD になってからはすごくチューニングが良くなったんですかね。ちょっとですね、ここは私も聞きたいところだった、お伺いしたいところだったんですけど、あの420の時、懐かしいですね、はいはい、あのファインダーを見えないにかぶせてたじゃないですか、はいはいはい、ライブビュー専用機、ライブ専用機、はいはい、あれを知ってるので、はい、OMD は佐々木さんは実はファインダー使わないんじゃないか、はい、そう、みんなはそう期待したでしょ、はい、でここチルトもついてるしって、はい、最初はチルトを使ってタッチでやってましたよ、ずっと、はい、オートフォーカス使ってやってたんですけど、何の時だか、まあ、本作った時もそうなんですけど、3500を使ったんですね、はいはい、3500を使って桜を撮ってた時にどうしてもねピントを絞り開けてたので、うん、ピントが浅くなるじゃないですか。そうすると桜の葉っぱも小さいのでどうしてもオートフォーカスだとずれちゃうことがあるんですよね、うん、あの結局範囲で撮るじゃないですか。なので自分の思ったところじゃないところにあったりすることもあって、でマニュアルフォーカスに切り替えるようになったら結構ピントが追い込みやすいんですよね、うん、あピントを追い込むときはもうファインダー、ファインダーでもう必ず、はい、でもまあ慣れてくると割にここの後ろでも5倍とか、はい、大体僕5倍か7倍ぐらい、広角 12mm 使うときに7倍にするけど、あとは5倍ぐらいでも結構ピントを追い入れるので、ね、それぐらいで使いますけど、ちょっとアンクル下げたいなっていうときはチルトとか使いますけど、基本的にもファインダーに集中してやることの方が多くなりましたね。今日ですね、それああのこれいろいろお伺いするところを、うん、あの考えてたときにファインダー果たしてどうなのかなと、すごい使います、これは。あの使いたくなる、気持ちいいから、気持ちいいからですね、うん、でこれを使ってからですね、拡大に慣れてるもんだから、ピントをその5倍とか7倍に拡大して追い込むのに慣れてるから、たまにフォーサーズの E5 とか使うと、なんでこれ大きくなんないんだろうドキドキとする、うん、まあそれはあのそうそうそう、デジタルファインダー、まあ、EVF のいいところですよね、うん、でこれまでの EVF って割にこう色とかはね綺麗だったじゃないですか、うん、色とかは綺麗だったんだけど、結構コントラストが強くてギラギラする感じだったんですよ。だから今なんかモノクロでも使ってますから、モノクロでよく使うんですけど、うん、モノクロで撮っててもすごくピントが滑らかに折れて、うん、合ってるところと外れたところの差っていうのはすごく分かりやすくなりますね、うん、それをすごくなんか話聞くと
ペンの時とかね、同じものとしては同じですもんね、うんうんうん、ドット数とかそんなに違ったものじゃないけど、チューニングがだいぶ変わったっていう話を聞きました。はい、すごく僕はすごくこれ見え方ってまあ個人差があると思うんですけど、あの VF2 ですね、 VF2 と基本的なデバイスは一緒なんですけども、うん、中のチューニングは違います、ね、違って、僕はすごく好みに合いました ね。そうですか、拡大、だからここに拡大を当ててますか、なんか嬉しいですね。あれ拡大すぐ使いました、最初僕拡大ここに当てて使えるようになるまで、まちょっと時間がかかったんです。押し方にコツがあるでしょ。押し方でですね、さっと押さないと、そう、軽いタッチじゃないと出てこないんですね。そうずっと押してると出てこないでしょ、絶対ちょこっとやると、ね、それ言われて気づいたぐらいで、それ知ってたんですよ、もう俺これができなくてできなくて、なんで俺は拡大を当ててるのに拡大にならないのかと思って、何回も設定を調べ直してこうもじ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 してましたよ。たまに拡大されるんですよ。これですね、他でもこういうボタンのこう、はい、チューニングしているところがあって、はいはい、押せない人ってやっぱりいるんですね。押し方でこうしっかりやっぱり押しちゃってとか、ね、はい、ああそうそうそう、ついついこうギュッて押しちゃうんですけど、そうじゃなくてポンって押すだけで拡大になりますから ね。拡大になります。それがなかなか、はい、なんか来ました。なんか来ました。あ、大丈夫です。大丈夫ですか、はい。でファンクションに拡大良かったでしょ。拡大。ファンクション1って何にされる？ファンクション1はもう AEL。AEL。AEL。これは結構決まり。あれですもんね、佐々木先生。昔はここに、だから、例えばマニュアルフォーカス、これもまた面倒大変なんですよ、はい。マニュアルフォーカスの時に、だ AEL のボタンも変えられるじゃないですか。はいはいはい、AEL に機能を何を当てるかっていうのも変えられて、はい、昔はマニュアルフォーカスで使う時は、大体、はい、モード3っていうモード3にして AF を聞くようにしてたんです。それはずっとしてたんですけど、だんだんそのファインダーでちゃんと見れるなっていうのが分かってきたので、はい、今は AE6 入れてますね。AE6。それはだから、マニュアルフォーカスの時も AE6 になってるし、うん、シングル AF の時も AE6 になるようにしてあります。まあね、AE6 って初めて使いました。実は生まれて初めて AE6 という機能を、あ、そうです、 OMD になって、うん、なってなって、あ、そうです。なんか結構モノクロで撮られてるので、その露出を追い込むのに AE6 とか必須なのか、なるほどなって今思ったんですけど、そうなんですかね、ちょっとおかしいのかな、使い方が。そんなにだから、たまにシャッターの半押しで AE6 することとかはありました。シャッター半押しで AE6 割り当てられたりしますね。モードで割り当てられたりするので、シャッター半押し状態で露出固定するっていうのは使ってましたけど、単独で AE6 って今まで使ったことなかったんですね。私ここですね、 AF 選択にしてあるんですね。 AF 選択？ AF 選択って何？AF のエリア、オートフォーカスエリアを、それ十字キーの左でしょ。こう十字キー、あれ今何になってるんだ。十字キーで今最初買った時ってダイレクトになってるじゃないですか。最初の時はダイレクト、最初ダイレクトになってます。あ、そうなんですね、はい。それだとですね、触ってしまっていつ知らないうちに動いてるんですね。あ、それが嫌で、こう、なるほど、あ、そうなんですね。僕はダイレクトをオフにしてですね、ダイレクトにして左にしてます。これで動くようにしてます。ここをね、触っちゃうんですよ、私の手。触っちゃう？手の感じだと。そう、いつの間にか。なんで？この辺で触っちゃってるんだよ、多分。どうやってカメラ持つんですか？そう、こう持ってる。こうやって持つでしょ？あ、多分こう深く持ってるんですよ。あ、しっかり持つんですね。あ、だからあれですよ、左手にしなきゃいけないんですよ。なるほど、カメラを左手で持たないで右手で持とうとするから、余計なボタンをいっぱい押しちゃう。もう右手は添えるだけ。あ、でもそれはカメラが小さくなればなるほどそうかもしれないですね。そうそう、こうボタン類がこっちに来るんで。そうそう、でも周りに、まあ OMD のは小さい割に押しやすいですね。押しやすいと思う。僕ちょっと指太い方だと思うんですけど、はい、そんなに誤動作することないですね。間違えてどっか他の押しちゃうとかっていうことはない。なるほどですね。からいいですけど。そうそう、なんかこっちの方だとすぐこう取れるように見えるけれども、そうそう、まあ一緒ですよね。まあ持ちやすい、ここのね、うん、後ろがついてたりするんで片手で持ちやすいようになってますよね、今のカメラって本当に、うん、でもやっぱり基本としては左手でこう左手に
でカメラをしっかり押さえて台を作って押さえてあげて撮ってあげる方が、うん、確かそうすればこう押してしまうことはないんです。そう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 、左手で持てば、そうそうそう、そうするとダイレクトに入れとくと、いろいろ下に例えばホワイトバランス入れたりとか、右には ISO 感度入れたりとか、いろいろねダイレクトにしとく方がいろいろできるんですよ。はい、そんな感じですね。ですね、はい、ファンクション 1,2 まで来ましたね。これムービーボタンはどうされてますか。ムービーボタンは、クリエイティブコントロール、あ、クリエイティブコントロール、ここでコントロールの呼び出しをここでやる、ここに入ってるんですね、はい、で使うのはだいたいハイライトシャドウコントロール、だからクリエイトコントロールというよりはハイライトシャドウコントロールを使うためにここを入れてますね。あ、なるほどですね。私ここはマニュアルフォーカスにしてんですけど、はいはいはい、そう、まあ切り替えね、クリエイティブコントロールこっちに来るっていう選択肢もちょっとあるかなって今思い、そうそう、そうだ、昔は僕はファンクション2に、オートフォーカスとマニュアルの切り替えを入れてたんです。で必要な時に、拡大にするように、マニュアルフォーカスにしたら拡大にするように、はい、そういうセットを作って、あの、なんだっけ、あれで切り替えてたんです。リセットで。マイセット。マイセットに登録しておいて、あのモノクロ撮る時マイセットには拡大にしたりとかっていうふうにして、変えてましたけど、今は割に拡大が多くなってます。先ほどちょっと始まる前お伺いしたら、もうマニュアルで撮ることが、うん、多いっていうところから、はい、その辺が変わってきたっていうのもあるんですね。そうですね、だから一番最初はオートフォーカスと、うん、マニュアルフォーカスの切り替えをここに入れてましたね。で十字ボタンのところはもう先ほどちょっとあの話が出ましたけど、ダイレクトにはいしてます。下ホワイトバランス、下はホワイトバランス、はい、右 ISO 感度、はい、これ多分ペンと同じなんです。同じですよね。ペンとかずっとフォーサーズ時代からずっと、そう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 。だからどのカメラを使っても大丈夫。ね、はい。なるほどですね。実はその辺の設定、これにも書いてあったんですね。書いてある。すみません。最初に見てました。はい。ただこれも書いてあるけど、さらっとしか書いてないんですね。設定で面白いなと思ったのが、僕佐々木先生のカスタムは。これですって向こうに色んなって書いてある書いてあってですね、へーって思ってですね、書いてあるんですダーンってちょっとチラ見せ、そうそうそう、チラ見せ。でも本当にこれ書きましょう、書いた方がいいですよねって言ってたんですけど、書いた方もいいんですけど、だから最初に書いた時はここの拡大が、オートフォーカスとマニュアル切り替えになってたんです本当に。途中から拡大が多くなったので拡大を変えてくださいっていう感じになってますね。まあ、時期が経つと、うん、あと変わってくることもあるかもしれないですね。そうだから、はい、本当に OMD 使って思ったのは、機能とか設定を考える前に何をどう撮りたいのかをまず考えて、うん、だからその撮るものに合わせて設定を決めておいて、だマイセットが4つあるじゃないですか。なるほどですね。例えば何を撮るっていうのを決めたときに、だから僕だったらモノクロ撮るときはモノクロの設定とかって、マイセットでこう4つ振り分けておくんですよ。あ、なるほどですね。そうすると設定も覚えておいてくれるじゃないですか。はいはい、だかその被写体に合わせた設定でいけたりするんですね。うん、その方がいいかなと思うんですけどね。はい、と次はですね、このもう気がこの本を見てから、はい、本の流れに行こう。流れに沿ってね。流れに沿っていこう、はい、もう本の宣伝ですからね。宣伝。本の宣伝になっちゃいます。宣伝になっちゃいますけどね。このさ、もうこの本のすごいところがもうパート2でまだ10ページぐらいしか行ってないところにもう作品撮りがもう出てきちゃうんですね。そうなんですね。もうそ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 う。ここから深いんで、なので OMD をもう結構使い慣れてる方、使い始めても操作ある程度いた人の次の本っていうところでは結構いいのかなって気がします。ただ機能を覚えようとすると、さっきも言いましたけど、はい、多機能すぎて それを覚えるだけで途中で、ね、眠くなっちゃうから、はい、それだったらなんか被写体で、ね、まあ、決めて、はい、こうそれにはこの設定が向きますよっていう風にした方が実は分かりやすいのかなって、逆から言った方がね、
あ、でもこの本もそんな感じになってますね。そうそうそう、夜景とか。そう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 、だから被写体を決めて、ね、それに合わせてこういうのを使いますよ、こういう設定にしますよとかってしてあげした方が、なんか そのうちカメラにもね、はい、慣れてきて、いろいろ分かりやすいのかなと。で、作品作りを楽しむで最初に出てきてですね、はい、多重露出で結構ハードルがここでハードル上がったなと思ってですね。なんでこれ多重にしたのかな、俺がしたんだな多分な。てか読んでいくと あまり多重は、うん、いや多重興味がなかったって書いてありましたね。興味は初めて使いましたね、多重露出っていうのも多分真剣に。でもこう映り込み、ガラスの映り込みの作品ってよく撮られてたじゃないですか。だからそれで満足してるんですよね、多重露出を使わなくても、うん、なんか映り込みとか、とかね、水で水たまりができたりしたらそこに映り込みがあったりするので、それで割に住んでたので。あ、ここも書いてありますね、あのその基本的にはその一瞬を切り取るっていう写真だから、うんうん、そうそうそう、多重だと一瞬を切り取ると合わなくなってきて、ね、そうそうそう、だから後でね、例えば合わせてとか、あのこれとこの写真合わせたら面白いなとかっていう使い方たまにね、うん、やったことはあるんですけど、割に慣れてなかったところはあるかもしれないですけど、うん、でも意外でしたね、あのそうですか、結構使われているのかなと思ってて。あ、本結構オーソドックスなんですよ、こう見えて。いろいろあのむちゃくちゃしますけど、あ、多重は使われてないんだ。そう、でもこの、ね、これがかっこいいと思いました。これね、はい、これなんかうまくいきましたね。かっこいいなって。ちょっとパクっていいですか、今度パクっていいです、パクってください、パクリしてください。これかっこいい、かっこいいです、この街。これだからこの時は原因補正はオフにしたんですね。オフにして、オフにした方がこうちょっと明るくなるでしょ、ね、でオンにしてる撮ってた時はあんまりこんな感じにならなかったので、まあ、物の被写体にもよりますけど、この時だけは普通の時はだいたいオンにしてますよね。で次のページ読んでてですね、はい、その、あ、よく聞かれるのが多重ってどういうの合わせた方がいいんですかとかっていう、あ、いやそれはあの、はいはい、皆さんの感性でって人間です。いやその時はもう家の金魚鉢と町の風景って教えてあげたり金魚鉢と町の金魚鉢基本ですから、それが本当ですか、うん、基本なんで金魚鉢なんですか。いや金魚鉢はほら丸い金魚鉢 と町の風景ってなんか合うでしょ、合う、なんかなんとなくイメージしやすいでしょ、町に金魚がいるみたいな、そうそうそう、泳いでる金魚は、そういうのをやっていただければ。でそれでですね、あ、こうこの車のやつなんかは説明しやすいなと思ったんです、ね、はい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 、こう時間のこう、でもこれちょっと特殊ですよ、多重って言っても普通の多重じゃないでしょ、多分こんな感じですね、こんな感じ、まあ時間の、まあ連写で、連写で、そう、連写で多重で連写で流し撮りみたいな感じなんで、なんでしょうね、連写のコマを1枚にこう合わせたみたいな感じなんですかね。そうですね、そうです、そんな感じ、そのことが書いてあって、そう、だからこの本ではいろいろなんかね、普段流し撮りとかもめったにやらないので大変でしたけどね、これもうずっと一人でこうカメラ持ってこうずっとやってるんですよ同じところです。街撮ってて流し撮りずっとやってるのって結構ね、あの周りで見てると変な人ですよね。一人でやってますから黙々と、ね、何やってるかわからないって、はい、そんな感じですけど。で続いてですね、あの猫の話が、猫ね、そう、猫いいでしょ、猫、ね、猫はいいですよ。あまりこうイメージがなかったですね、猫。ない、あんまりない。難しいんですよね、猫って。ただ、まあ、街を撮るので、まあ、猫はいる、ね、いっぱいいるからたまには撮るんですけど、そんなに真剣に猫だけっていうのは撮ったことなかったですね。で、自動追尾と合わせて、そう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 、撮ってみましたって書いてあってですね、自動追尾使われるんですか。え、いや使った違うんですよ、この本は、はい、そもそも OMD の機能を説明するための本だったの、ための本だったんじゃない、ための本なんです。なんです、はい、どういうこういう機能を使うとこういうふうに撮れますよっていうのを説明するための本なので、入ってる機能を使わなきゃいけない、ね、そこで、自動追尾っていうのが入ってて、何を撮ろうかと。で自動追尾です、ね、電車じゃダメだろうと、みんな撮ってるし、はい、早いし電車って、そんなに電車ばっかり撮って、であの1枚で見せたくなかったんですね、その一つのものを3枚とか4枚で見せたかったので、教室でもやってます、はい、組っていうのが僕の中にはあるので、はい、だから
電車を撮って何枚も見せるっていうのはちょっと僕にはかなり、あ、なるほどですね、腰椎日だけで電車を撮って何枚もこうね腰椎日したいよっていう見せるのが難しいなと思ったので、はい、猫だったらいけんじゃないか。猫ってほらちょっとずつ寄っていかなきゃいけないでしょ、はい、ちょっとずつ寄っていきながらピントも合わせ構図も揃えてってなると、そうなんです、奥行き方向も今なったでしょ、あのそれができたのでそれは結構いけるんじゃないかと思って、はい、で使ってみた。で猫をこうひたすら下町に行ってですね探してですね、ちょっと話だけだとつまんないで猫の写真も、そうね、写真がこれは中に使われてる一番写真を、写真を一番をビッ、一番をビッて言ってみましょう。で写真出ますかね。この今出てますか、このアングルですね、私前ボケで、おお、これいいですね、これあれですよ、75mm、 75mm、 やっぱりいいね、 75mm はいいですね、基本動画の配信もいいですね。そうそう、これ猫ですね、猫かわいいでしょ、これ猫もちゃんとね、鼻の匂いを嗅ぐんですよね、これちゃんと嗅いでるんですよ、鼻、あ、これただただな、わかんない、さ、か、なんか嗅いでる感じでしょ、嗅いでる感じしますね、いい、いい目してるんですよ、うん、いい、気持ちいいっていうのがね、なんかね、気持ちよかったみたいです、それは鼻が嗅いかったのかどうかわからないですけどね、これこの後くしゃみとかしてないですか、くしゃみ大丈夫みたいな、まだ時期は早かった、そう、これだからもう下からじりじりって1250で1250でってずっと寄ってった感じですね、そうですね、なんか1250の方がオートフォーカスも早いからいいというようなことがどこかカタログ側に書いてあったような気がしたんですけど、あのオートフォーカスのスピードが出てるのが12です、ね、ですよね、はい、だから自動追尾やるのもいいかなというか、まあ、最初のまずこのスナップ撮影編は基本的に1250と OMD でやってるんです、はい、実はその最初のセットだけでこれだけいけるっていう、どれだけいけるかなっていうのをやりたかったので、ここも、まあ、後ほどたっぷり お伺いしようかと思ったんですけど、ここでもホワイトバランス、あ、そう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 、オートでね、いじるんですね、はい、基本的にはいじりますね。でちょっと脱線していいですかってですかね、あのホワイトバランス、オートホワイトバランスの、はい、このアンバー、はい、カスタムって、うん、あの他のカメラを使ってた方とかが、はい、オリンパスのオートはちょっとアンバー強いからマイナスにしたいとか、うん、そういう人が多いために載せてる機能だと思ってたんです、私は。そうらしいですね、はい、だから本来おかしいですもんね、オートホワイトバランスってに補正っていう発想がおかしいから他社にはなかったりしますもんね。そうですね、ない、ないんですよね、うん、はい、で他のメーカーのカメラをから来た方が、うん、あの自分の従来の持ってたカメラと感触が違うというので合わせれるような機能なんですけど、うん、佐々木さんはこれを撮るごとに結構変えてますよね。積極的に使ってますですね、はい、その被写体に合わせて、はい、アートフィルターにしても何にしても必ずと言っていいほど変えますね。必ずオートの時はアンバーがプラスいくつだとかそういうんじゃなくて、そうですね、マイナスの時もあればプラスも、そうですね、条件というかその狙うものによって変えますね。この本のですね、はい、そこだけをずっと見ていくだけでも面白かったそんなマニアックな見方はないいやこれはなんでマイナスにしたんだろうとかこっちプラスにしたんだろうっていうのを伺いたくてです、ね、あ、そうなんですね。そうだから基本的にはここにその後の方で出てくるのが基本ですね。 あれ変化を加えるっていう話で、まあほんのり変えましょうよって、うん、きつい変化じゃなくてちょっとだけオートホワイトバランスに補正を加えるとちょっとだけ色味が入るんですよね、はい、だからホワイトバランスのカスタムホワイトバランスとかあとプリセットで日中比較とか、うん、例えばアンバーにするときに、日中比較とかにするんですけど強すぎちゃうときがあるじゃないですか、うん、でほんのちょっとだけやりたいときはローなんかでこう補正をしてたんですよね今まで。それが、まあ、カメラでもできる、まあ、見ながらできる、そうですね、うん、だからそれに被写体によってはこのアンだ基本的にはアンバーにすることの方が多いかもしれないですね。ちょっと、うん、A をマイナスにちょこっとだけ入れてちょっとアンバー気味な感じにしてあげた方がなんか温かい感じができるでしょ。これもだからこの猫はアンバーマイナスなんですね。あ、それはね、
こいつだけでしょ。そう、このね、伸びしてる猫は、伸びしてる猫とかって言ったって誰も見てないから分かんないでしょ。これ伸びしてる猫、伸びしてる猫に入ってない。入ってない、入ってない。これ実はね、雨の時にちょっと撮った猫でして、雨が降ってたので、そうですね、こういう猫の写真があって、まあ印刷でそんなに分からないんですが、雨の時だったのでちょっと青みを強くした方が、その雨のしっとり感みたいなのね、こっちはアンバー強くしてあって、そうですね、こっちはマイナスにして引いてあるんです。はい、なるほど。そんな撮影の時の条件に合わせて、この1回全部読んだ後にホワイトバランスのカスタムだけを追っかけるっていうのは面白いです。それだって1回読むだけで途中眠くなるんですけど、本人が何回も読んで途中半分ぐらいでいつも眠くなってたのに、なかなか大変、まあ、そういうぜひあの、はい、マニアックな読み方もしていただければと。また後ほどとことこお伺いしたいと思いますけど、はい、そうですね、そう、だから猫を撮ろうと思ったらもう一つはこうチルとかできるでしょ、背面。だからこの猫を撮るときはオートフォーカスにして、ね、はい、ファインダーを覗かないで基本的には後ろ見ながら、ここ見ながら撮ってました、うんうん、こうやってチルト状態にして、そうするとローアングルにしやすいじゃないですか、はい、猫ってやっぱり下から撮った方がいいので、だから1はもうほとんど、じゃ写真1を、写真1の、さあ大変ですね、ここでね作業する人はね、こっちは好き放題言いますからね。で1は割に低くしてるんですけど、2は2の方ね、2の方にするとちょっとアングルが高いでしょ、ほら、うんうんうん、だそうすると猫も、うん、あの撮られてる楽しみがないんですよ、ちゃんと撮ってねえなこいつって思ってるから寝てるこれが。でもちゃんと下から狙ってあげると、俺のことちゃんと撮ってるんだねって言うから、ちょっと匂い嗅いでやろうかなみたいな、うん、ちゃんとこの猫もね、分かってる、ね、目線をちゃんとちゃんと演技をしてくれる、くれてる、分かった上でやってくれてるので、こちらもちゃんとそれに合わせて猫たちの目線にね降りてってあげるといいのかな、うん、それはすごいやりやすかったですね。各猫シリーズちょっと見てみましょうか。3番もこんな感じね。だからちゃんと振り向いてくれるでしょ、何やってんだよ、ね、みたいな、そう低いんでちゃんと見て、あそうなんですかね、そう目線上げると、ね、あ俺に来たなみたいな感じで、そう俺のこと撮ってるのみたいな、結構この下町の猫は撮られ慣れてますからちゃんと目線をくれるんですか、そいつがどういうレベルで撮ってるのかっていうのをちゃんとね意識してますから、へ、上から撮ってるとあんまり真剣にならない。あそうかもしれない、これぐらいだろうねって言って寝たまんまにいたりするんですけど、まんまだんだん下向いてると割に下から撮ってあげるといい感じで、次の4番ちょっと高いですね、4番ね、4番ちょっと高いね、4番ちょっと高くなってちょっと右に向かれちゃった感じ、そう4番ねちょっと高い、これはねまだね甘い、だからしゃがんで、ギリギリしゃがんで、どうでしょうね、ファインダー覗いてやってると、ギリギリしゃがんで撮ると、これぐらいになるんじゃないかな。うん、だから、ここはチルトでやってあげると、5番みたいにこう地面すれすれに、5番ぐらいまでいくと。そうすると、ほら、同じところから撮ってても、こっちの方がこう、りりしいし、猫がこう、りりしくなるでしょ。そうですね、ちょっとした、ね、違いですけど。ほんのちょっとだけ違いますけど。うん、それだけでだから全然高さ的にも15センチぐらいしかね変わってないとは思うんですけど、おすごい、なんかいろんなことができるわけですね。2つ比較はね、ほら右側だとそんなでもない、左になるとすごく猫にも目線が集まるし、見た時のね写真見た時の目線が集まるし、凛々しい感じと。次6番はこれ 本に入ってるのとちょっと違うバージョン、ね、そうあんまり低く構えたもんで、何やってんだよお前はってちょっと尋ねられてる状態ですね。そんなに低くから来るなら、そうだいぶ近づいてって、うん、7番が本に、ね、7番が本に使ったやつね、まあ、かっこいいでしょちょっと、うん、まあ本当はこの7番を取った後にググって寄ってったら近づきすぎだって6番で怒られたっていうのはまあ本当なんですけどね来るかみたいな感じ、来すぎたんだよっていう感じでちょっと怒られてしまったっていうのが6番なんですけど、まあ、撮影した順番は7番が先で6番を取ったっていう感じですね。自動追尾を使って、そうだから四角にしてるんですよ、わざと1対1にしたのも、チルトが横にしか行かない、まあ、本にも書いてあるんですけど、チルトが横でできるので、横でずっと撮りたかったので、
を1:1にして、あ、なるほどですね。そうすると4対3で横のままでもいいんですけど、はい、そうすると横になっちゃうんですよ。なんで四角にして、あ、なるほど、スクエアで縦横を考えなくていい、考えなくていいというか、ね、綺麗にまとまりやすい、まとまりやすい、ね、最近でもなんか流行ってるスクエアって。スクエアはそうですね、でちょいちょい聞きますけどね、はい、そのフォトパスの方とかでもね、はい、流行ってる。そうですね、そんな可愛いですね。女性がスクエアを好みますね、結構。新鮮なんですかね。ん、そうですね。あと、まあ、真四角の方が作りやすいんですかね、本当。でも本当に難しいですけどね、真四角って緊張感があるので、こう、そうですかね、そうそう、どっちにも触れなくて結局ど真ん中にこう自分の使用被写体が来ちゃってっていうのになりやすくて、取らされちゃうところがありますよね。その真四角のスクエアの構図に取らされちゃってっていうのはかっこよく見えるじゃないですか。なんとなくかっこよく見えて飛ばされるっていうのはあるかもしれない。ただまだそういうふうに自由にね、ローアングルでやるときなんかは便利かなと思いました。佐々木さん、あんまりこうパワーバッテリーホルダーは使われない感じですか。おお、そこに来ますね、いきなり。そうですね、基本的にはこの本では一回使いましたね。使ってみて意外に良かったんですけどね、良かったんだけど、そのまま返しましたね。まあ、この片手、左手持つ人には合わないかもしれないですね。ただその時もこの状態で使ってたんですけど、結構バランスは良かったですけどね。つけて特に縦位置が僕好きだったりするんで、はい、縦位置にした時はすごく安定感があって、はい、斜めになることも少なくてすごく良かったんですけどね。でもまあ、なんかせっかくちっちゃいからちっちゃいままで、カバンに入れるときにやっぱりこう収まりがちょっとね、はい、気になることがありました。撮ってる分には持ってると重いんですけど、撮影してる分にはバランスすごくよく使えたので非常に良かったんですけどね。で、お罠のマクロの項目が、ああ、そうちょっと某Y 先生とかに対抗してみようかなと。ですね、お花はもう、ね、花、まあ、珍しいな、珍しい、はい、まあ、本ていうか、そもそもこれまでなかったんですよ、マイクロフォーサーズでマクロレンズっていうのが。マクロってないですね、コンバージョンぐらい、つけないと、つけない、あ、そうですね、はい、コンバージョンとかつけたりとか、あとはフォーサーズのレンズ使ったりとかだったん で、まあ、このマクロ機能もあるので、使って、でも面白かったですよ。マクロを撮らない理由の一つは、ここにも書いてありますけど、大変だから撮らないんです。大変だから撮る。大変なんですよ、マクロって。よくだからやってるマクロを専門にやられてる方がいるじゃないですか。すごいと思います、僕は本当に。私のオリンパスの教室もやっていただいてるマクロの、はい。はい、イケメンの男性の先生は、はい、なんでお花なんですかって、うん、お花は逃げないからって言ってましたよ。逃げるでしょ。お花って逃げるんですよ。揺れるじゃないですか。揺れるじゃないですか。あれがもう耐えられない。だからそれがおかしかったです。お花って逃げないし、どこにでも咲いてるからって言ってましたけど、ね。そうか、ね。冗談なんだと思います。まあ、深いものではありますけど、はい、でも今回はそうですね。マクロ使って、お花の写真って、お花の写真は、ね、ないですよ。これぐらい、この、あ、あった20番、あ、入ってる、20番もあるし、それからずっと来てますね。20番、21番とね、感じ。これはあれですね、1250の、そうそう、マクロ機能を使いましたね、のの、はい、これ意外に優秀ですよね。最初はちょっと当然ですけど、20センチから50センチとか、しか寄れないとか、絞りは6からですとかっていう数値でスペックだけ追うとね、なんだよこれはって、おまけ以下かよと思ってたんですけど、使ってみるとこれが使えますね。使えますね。絞りもだって、例えばこれもなんだっけな、絞りこれいくつだろう、6.3からですね。6.3でしょ、はい、え、6からでしょ、あれ6、マクロの時 6.3 つけてみる、つけてみる、開放ではないんですね。開放ではない。43mm の固定で、確か、
6だったと思った。俺も 6.3 と思ってたんですけど、ほら6でしょ。あ、6だ。そう、俺もね 6.3 と思ってたんですけど、6からいくはず。ただまあ 6.3 とかちょっと、そう、もうマクロ域になると6だろうが 6.3 だろうがそんなにね、多少深い方が取りやすいですね、変わらないですから、はい、まあこのぐらいの感じでは取れますよってことですね。なかなかいい感じで、これマクロレンズとして使うにはすごくいいなと思いましたね。普通ただ使いやすいと思いますけどね。そうあのちょっと気になるときに、はい、でマクロレンズ持ってると変えなきゃいけないけど、これだとボタンを押してズームリングこう一番前にやるだけで十分でしょ、じゃっやるだけでいいので、すごくこうなんか撮りたいなと思った時に撮れるので、そのマクロ専門にしてる人はね、はい、マクロレンズ持っている動されるんですけど、僕みたいにマクロ専門にしないものでもちょっとマクロ撮影っていうのは楽しい。 43mm ぐらいなんでこうランチでね、そうですね、撮ったりとか、そうそうそう、ちょうどいいですね。近すぎず遠すぎず。21番にも21番もう1枚ありますね。これ ISO 3200ですから。これね、3200って書いてますね。そう、これ本当にそうなんですよ。あのどうしてもクリアですね。ブレちゃうので、はい、花が風で揺れてしまうので、シャッタースピードを稼ぐためにちょっと ISO感度上げたんですけど、まあ、このちょっとあこのね、あのシャドウ部とか結構ノイズが乗りそうなんですけど、今回の OMD はいいです ね。高感度はいいですね。今までは800が限界でしたけどね、僕の中では。1600いくともう画像処理かけるっていうのは基本的にはあったんですけど、今回は全然これも全く後で触ってない状態です。 JPEG でそのまま3200でこれだったらいいですね。まあそのザラッとした感じもね、はい、見えないし、ピント合ってるところはちゃんと来てます、ね、来てますから。サイズ感も少ない。このね、この花びら、花びら、桜、いいなと。桜の24番、これ24番、桜の花びら、これかっこいいなと思いました。いいでしょ、なかなか。ちょっとやられたな。これなんかいけそうな感じでしょ、はい、いけそうな感じなんですよ。だいたいね、あの25番をちょっと出してみます。そう、マクロだと寄りすぎちゃうね、ついつい、うん、寄れるからと思って寄っちゃうけど、ね、うん、ちょっと空間を空けてあげた方があって。俺が熱くマクロのこと語っていいのかな、ここで。後で誰かに怒られそうだけどまあいいや。これ水面に浮いてるんですか。ちょっと葉っぱに浮いてるんですね。葉っぱの上に落ちてる、落ちてた、落ちてるだけですね、うん、でもう夕方家に帰るんでもう真っ暗だったんですけど、なんか気になったんで、うん、1枚撮っとくかと思って。だからそうですね、シャッターも結構40分の1だから遅いし、この時は1600にしたのかな、ISO感度1600ですね。あともう1枚、タンポポの、タンポポね、このぐらいまではいけるよってことですね。そうそうそう、これ綺麗でしょ、あの線が、ね、細い線が綺麗に出てるので、あの結構初めてマクロレンズをあまり使われない方が最初使うには、あのこのぐらいで多少こう深度があった方が使いやすいですね。あんまりボケすぎても、いや、マクロ域でこれ以上開けるとしんどいんじゃないですか、多分。でボケてるでしょ、だって。そうですね、ボケも綺麗にあるから、これぐらいが結構実はいいのかもしれないですね。使いやすいのかもしれないですね。僕も最初は確かにその開放6でちょっとしんどいんじゃないのかなって、数字だけで見ると ね、 そうですね、しんどいかなと思ったんですけど、やっぱマクロ域になるとそれだけ深度浅くなりますので、深度浅くなるので、逆に言うと向こうが動いたり自分がちょっと動いたりすることもあるので、うん、いいんじゃないですかね。だからマクロの時はもうファインダーです、必ず。最初は楽なんで、あの液晶で撮ってましたけど、この22番の写真も22番いい感じですね。お花でもやっぱり佐々木さん撮るとこうまた感じが違いますね。ちょっとね違いますね。なんかこうしっとりしっとりした感じ、ね、はい、あのよく言えばしっとりってね、まあ、あるけどちょっとエッチっぽいってねエッチっぽいのかな色気があると自分では思ってるんですけど、あ、なんかほら、ね、さっきの、はい、なった男性の方は割にこう、はい、ふわっと綺麗な感じで撮られるじゃないですか、はい、優しい感じで撮られる、はい、どっちかって僕はなんか毒々しい感じなのかなと、ちょっと毒がある感じなのかなと思って撮ってましたけど、
まあいろんな使い方がある。その露出の選び方とか、あ、なんかどうか、あ、佐々木さんのこの街と通じるものがあるなと思って見てましたけど、あとはね、落としやすかったっていうのもありますね。アンダーにしやすかったっていう、うん、OMD すごくよく、アンブがすごく僕は気に入ってて、アンブが今までだったら潰れてるところがすごく残る、しっかり残してくれるので、それはまあ例えばローから現像したりすれば今までもちゃんとできましたけど、うん、JPEG の段階だとまあいいんだけど、もうちょっと出てても欲しいなっていうのがすごくこう出やすくなってるので、うん、思い切ってこう露出落としていけるっていうのはありましたけどね。それはちょっと自分の中でもどこまでいけるのかなっていうのは試したチャレンジした部分ではあります、はい、この花びら良かった、うん、すごい、まあ、個人的に、あ、かっこいい、なかなかね、来年の春、そう、あ、桜といえばですね、はい、今日写真はそう本にしかないですけど、あのライトトーンと組み合わせるのはなかなかおすすめですよ。これでも紹介してますけど、これ全部ライトトーンで撮りました。町桜、町桜、これ見ました、私もね。これこんな感じでいいでしょ、はい、あのここ、ね、ぜひね皆さん、あのこのねライトトーンっていうのをうまく使って桜を撮っていただけたらなと。結構、じゃあ結構なもう写真の量がすごいですね、この中に入っている。そうですね、だからいろいろ撮りましたね。ですね、桜なんて、まあ、普段も撮ってはいたんですけど、なかなか桜難しいですよね。みんながいろんな表現をしてますから、なまじちょっと違うことやってもあんまり。これがですね、あ、こっち 写真はないんですもんね。こっちにはね、なんか用意してない、桜なかったと思いますね、はい、すいません。ぜひこれは本で見ていただきたいんですけどですね、これですね、あのここで、ね、止まったんですよ、そのホワイトバランスのなるほど、なるほど、ここでなんかおかしいことに気づいたわけですね、はい、あ、そうそう、アンバーがマイナス2の、グリーンもマイナス1になってますね、うん、こちらは、はい、はい、こちらは、あ、あった、この写真がですね、こっちの写真がないのか、ん、いや、ね、こっちの、あ、桜ありますね、あ、入ってた、そうです、入ってましたね、ありました、ありました。1枚目、この桜はあったあった、ホワイトバランス、これライトトーンで使う、ライトトーン、ね、はい、でホワイトバランスがアンバーのがマイナス2の、はい、グリーンもマイナス1にされていて、はい、次の写真ですね、はい、59番、こちらはアンバーマイナス5のグリーンをプラスにしてるんですね、はい、はい、この辺のこうパッと見た時のその時のインスピレーション、ね、そうですね。もう一つは、桜ってピンクだと思ってるでしょ、みんなが、はい、ピンクなのはあのしだれ、まあ、この59番はしだれなのでピンクなんですけど、本当はそんなに強くないはずなんですよ。ソメイヨシノは白ですよね。ソメイヨシノ白くて縁が、はい、花びらの縁と額のとあのしべがピンクなのでピンクの印象が強いですけど、その白さを出したかったので青系が強くなるようにはしました、振りました。ああ、なるほどですね。そのなんかそうですね、桜が、うん、どうしても白いっていう新しい、特にその56番の桜なんかは、これは山桜なのかな、葉っぱと一緒に出てくる、葉っぱが出て、花が一緒に同時に出てくる山桜なので、はい、山桜系はもう本当にピンク入ってないんですね、白なので、うん、白ですね、そのグリーンの美しさと、葉っぱの白さっていうのを出すためにちょっと青みが出るような感じでは降っています、うん、ずっとこう見ていって中盤ぐらい、ちょうど真ん中ぐらいのところでこれがあって、うん、ここでさっと気づいてですね、後ろを見ていくとあのほとんどこうホワイトバランス そのカスタムが入ってて、ああそうかもしれないですね、割に使ってるかもしれないですね、そうですね、うん、それが全部あの普通だったらオートで終わらせて、はいはいはい、はい、本としてね、はいはい、オートで終わらせちゃうところが多いのが、はいはい、それが全部入ってるのがこれはがあのカスタムだけ見てても楽しいところですねまあオートで終わらせてもいいんでしょうけどね、いいんでしょうけど、あ、きっとここではあのアンバーを強くしたかったとか
その青の出したかったとかいうのが、うん、この佐々木さんの心が分かる本っていうかですね、そうですね、うん、まあ、そこをちょっと訴えたい部分、あとでもその色のことに関してはちょっと、はい、伝えたい部分があったので、だ今回そのカスタムホワイトバランスもスーパーコンパニーでは直接ね触れるようになったりとか、はい、そういう使い方も、ね、ちょっと画面見てみましょう。よくなってるんで、画面で、見てる人いるのかな、大丈夫、ちゃんと配信はされてますよね、はい、うん、皆さんちょっとついてこれてるからちょっと心配ですね、結構深い話、結構深い話ですね、深すぎる、もう少しあの柔らかくいった方がいいな、ちょっとやら、今いきなりここですね、ホワイトバランスで、そうですね、オートの時に、まあ、ちょっとショールーム汚いです、ここでこの横にですねアンバーを増やしたりとか、プラスの基本的にプラスにするとアンバーが強くなります ね、 プラス A はね、7までありますね、プラスマイナス7段階マイナスにすると青くなってきましたね、はい、なんか綺麗な花が、綺麗な 花がやってまいりました、これの分かりやすいだろうと、これ暗いんじゃないですか、これあれだね、ちょっと俺こう持ってればいい、これあ、すいません、同じか、ここで色が分かるかな、ここでアンバーをここでダイレクトにいけるようになったんですね、アンバーは今マイナスになってます、これをプラスにしていきます、そうするとアンバーっぽくなる、オレンジが強くなってくる、なりましたね、うん、すみません持たせちゃって、これでマイナス、違い分かりますかね、にするとこのカスタムだけでこんなに青くなる、こんなに変わってきちゃうんですね、そうです、でじゃあアンバーをテールに戻してグリーンを増やしていきます、こんな感じになります、プラスにするとグリーンが強くなって、ちょっとこうマゼンダ、マゼンダが、これはねなかなか優れた機能ですよ、これはこれ他社にはないですから、ね、なんか自分であっちゃいけないんですから、自分でアートフィルターを、いやこれを、ね、最初に気づいたのはアートフィルターじゃないんですよ、あのこれもっと前から、もうもっと前からやった、ね、ブルーっていうのを、まあ、アートフィルターの時よりはブルーっていうのをやった時に部屋の中で撮った青と外で撮った青が合わなかった、蛍光灯で青とかだ、電球とかカスタムホワイトバランスで青とかを出すと部屋の中で撮った青と外で撮った青って合わないんですよ、だから、うん、だからオートホワイトバランスっていうのは基本的にどんな光源でも同じ白になるようになってるから、うん、それに対する補正なので、まあ、どっ室内で撮っても同じような青になるし、室外で撮っても同じような青になるっていうので使うようになりましたね、だから相手の光源が変わっても色味を統一できるっていうのがオートホワイトバランスプラス補正って、これ今後多分流行るね、流行りはしたい、誰もでもないんですね、はい、あのだから他のカメラ持ってる方にこれを説明するとみんなキョトンとされるというか、オートなんだからそんなすることないんじゃないですか、そう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 、その辺はなんかオリンパスの懐の深さなのかなと思いながら、深さなのかこう、まあいろいろな事情があるのか、いろいろ言われるんで、じゃあカスタムに入れちゃえみたいなのか分かんないですけど、うん、でも本当に便利は便利ですね、でもそうですね、こういったさっきの桜もそうですけど、そうですね、そのなんかこうエッセンスを入れたい時にちょっと使えるっていう、うん、いいですね、はい、次ですね、あの OMD これもねよく言われるんです、ライブバルブとライブタイム、え、もうそれ終わった話じゃなくてライブマンがいたんじゃなくて、ライブバルバーさんはライブバルバーかライブバルバーさんってなあの、はい、ご自身で命名していかれました、はい、ライブバルバーさんも説明もされているんですけども、いろんな使い方があるのかなとかですね、そうですね、僕は基本的にライブタイムを使いましたね、今回写真でも2回
2回あれですね、あのシャッターを。そうそうそう、シャッターをして開け、シャッターボタンを押すとシャッターが開いて、もう一回押すと閉じるっていう。入ってなんか、なんかあったと思いましたよ。ありました、はい、なんか見た気がします。完璧すぎないんだ。あったあった、ありましたね、はい。そうそう、どんな時に使いますかって。どんな時に言ってもね、晴れてる時には、晴れてる時じゃない、明るい時にはなかなか使えない機能ですからね。やっぱ夜使いましたけどね。29番ですね。だからもう三脚も必ず持って、ケーブルリリースも持って使いましたね。ここまで普通にこう、うん、あの長時間露光とかして撮れるんですけど、うん、このイメージバチって最初から合うっていうのは決まらないでしょ。そうですよね。あ、ビル飛んじゃったとか、あの雲まだ暗いなとか、その都度時間をこう変えてってっていうのが、それがこう液晶画面に。とりあえず面白い、見ててびっ、あの初めて使って、使い方はまあいろいろあると思うんですけど、三脚に据えてライブタイムの設定にして、まあバルブでもいいんですけど設定して見てると、あーって変わっ、なるほどこういうことなんだなって、こうまさにね、百聞は一見に近づく。そうですね、うん、時間ごとにこう出てきますので、そう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 、で、あ、自分はこの絵を想像してなかったんだけど、これもありかなみたいなのが、そうそうそう、あ、こんな風になるんだって思って、ね、僕使った時はね、結局最終的に4秒間隔にしたのかな。最初は1秒とか2秒とかにしてたんですけど、まあ、だんだん暗くなってくると4秒間隔ぐらいの方がいいかな。でこれはね、多分今見てる写真はまだ明るかったんですね。明るかったので、はい、意外と空が、雲が流れない。流れない。なのでこの時は ND を使ったのかな。だから次の36と6にしていただくと、隣、あ、30と隣のやつでいいですね。その隣のそれ。30か。そうそうそう。それにするとちょっと雲が流れてるでしょ。流れてますね。32番の写真の中だと結構流れてますね。そうですね。次か、その隣、それ。そうそう、これが ND 使ったのかな。これが ND 使ったんだな、うん、確か。さっきの前のやつはそのもうちょっと長めに時間を置いたやつで、これは ND を使います。これ 15.7 秒って言ってますね。そうですね。あの、多分本では15秒とか、その区切りのいいところで書いてあると思いますけど。だからいわゆる、なんだろう、マジックアワーってやつですか、はい、10分から20分の時だと目で見てると暗いんだけど、やっぱりまだ残暑が残ってるんで、あまり空が明るくなりすぎ、な、明るすぎちゃって、雲の流れた感じっていうのは出ないですね。このね、ビルは飛ばず、うん、そう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 、雲も見せず、ここの微妙な露出を見極めるのにはいいですね、うん、いいですね、楽、安心してできますね。で特に長時間になると、長時間でのノイズが出るじゃないですか、うん、だからそれ除去するために同じ時間やっぱり待たなきゃいけない、うん、であれはカメラでやらないとなかなかね、後で処理できないので、だからその都度失敗しても、そうそう、その時間待たなきゃいけないので、待たなきゃいけないので、そう考えるともう安心してシャッターを閉じれますね。うん、もう何点かあるのでちょっと見てみますか。そこからトントンと、これもそうですよね。この下のところなんか、あのライトが当たっているんですかね。うん、ここは勘でやると大体飛びますね。飛びますよね。飛びます、飛びます。で、あとは時間をかけすぎちゃうので、空ももっと明るくなって雰囲気がなくなっちゃうんですよね。ちょうどいいタイミングを見極めれるっていうところがいいですね。それにたどり着くまでに時間が過ぎちゃうっていう、雲もなくなっちゃうっていうのが今まででしたけど、うん、まあ、今回はそのライブタイムとかライブバルブ使っていただければ楽しく。ライブタイム、ライブバルブの使い方を詳しく知りたい方はアーカイブが残ってますね。ですね。そんなにあれってマニュアルにすればいいんでしょ。マニュアルにして、マニュアルにしてずっとシャッタースピードを落としていくだけじゃなかったでしたっけ。あれ初期の設定だと違うんでしたっけ。それで出ますよね。だからここがポイントかもしれないね。マニュアルにしなきゃいけないっていうのが。そうですね。でライブタイムとライブバルブを変えるのはメニューで変えるのか。こそこはメニューの中に入らなきゃいけないかな。シャッタースピード優先でやっちゃ出ないんですよね。ここは明るくてダメだな。そうですよね。シャッター優先でやるとなかなかそこまでいかない。なかなかじゃないです。出てこないですよね。
ちょっとつないでやってみますか。こんな感じですよっていうのを見ていただく。バルブ？ライブ、今私もライブタイムになってますね。これ映せたよね、確かね。ちょうどモザイルマニュアルにしてシャッタースピードのところライブタイムになってます。で今こんな感じで 0.5 秒にしてあります。分かったし、今分かりやすい、すぐに効果が分かりやすい。これで1回押すと変わって明るくなってくるのが見えて、おお明るくなってきた、この辺かなっていう感じで、今ノイズリダクションをしてますかね。こんな感じで。こんな感じ。そう。これが面白いですね。もう一回。そう。変わるところがね。あ、このぐらいがいいなと。そうですね。そう。だからもう好き勝手にできますね。これ夜の撮影癖になりますよね。この時もね、結局だから。6時、7時ぐらいから始めて、9時ぐらいまでやってて、もうやめたと。これ朝までやってもしょうがないよって。これだけで、これでもうおしまいと思ってやめましたけど、あっという間に時間が過ぎますね。面白いのが今まで発見したことがないような、うん。で、あとあれがいいんですよ、あのブースト、ライブブーストって、はい、あれを使っとくと、あの 暗くなってくると今度構図が分からなくなったりとか、でそれをファインダーがどんなに良くなっても分からないので、うん、ライブブースト入れておくと、そうですね、ちょっと明るめで、あの液晶では、まあ、全容が見えるというか、そうです、ね、一番悲しいのはだから、この例えば33番みたいな写真を撮ってるときか、うん、さっきの30、ちょっと今また写真を見せてもらえますかね。そこでね、何番だろうな、30何番、それ33番。こういうのを撮ってた時に、うんうん、この端の方、下の端の方に余計なものが入ってて、まあこれでもちょっと入ってるんですけど、だんだん撮ってる、ライブタイムで撮ってるとだんだん明るくなってきて被写体が見えてくるんですけど、そうするとあれなんでこれが入ってるのっていうのは気づくことがある。真っ暗だから最初は分からないんだけど、だいたいこんなもんだよなって、合ってるよなとかってファインダー覗いたり後ろでやったりして、それをライブブーストか。ライブブーストにしておくと、最初から明るく一緒で見せてくれるんで、いらないものが見えてくると。この時に気づいたんです。あ、そういえばそういう機能があったなって。でこれも飛ばさないで撮るの難しいですよね、普通だと。ここの、そう、工場のあれがね。工場の、何でしたっけ、クレーンの。クレーンのやつがね。いい感じにこの明かりが残ってますもんね。そう、もうこれはまあ腕じゃないんですけどね。でも本当にライブタイムがあるので楽はできます。こういうところの楽、これは分かりますね。これ普通に撮っちゃうと雲は見えないのが普通ですね。そうですね。雲を見えるように撮っちゃうと、撮ろうとすると大抵飛んじゃいますよね。そうですね。だから、ずっと確認して見てる、今の見てた絵と撮った絵っていうのがほとんどずれないですね。そうですね、意外とずれないから、それも安心できる。ちょっと何点かこの後見てみましょうか。いくつか写真をいただいてるので、そのまま次の写真画像と、この辺もいろいろやられて、これはもう街中でブラブラして撮りましたけどね。はい、次で、これ一応本ではちゃんと黒く隠れてるんですけど、自分が映ってたっていうね、下の方にちょっと自分が三脚据えてる自分が映ってた。ああ、本当だ。本ではね、あの印刷の関係で黒く潰れてて大丈夫なんですけど、はい、まあ、 あの選んだ時に たまには自分が出演してもいいかなと思って入れました。なんかこのね、奥のお店の雰囲気はすごく昭和な感じでですね。ああ、これお店なんですね。うん、なんか美容院かなんかなと思うんですけど、ね、どの辺ですか、これは。これはこの辺です。この辺です。小川町あたりの、はい、あのブラブラとしたとで、はい。次もそうですかね。そうですね。はい。でこれを撮った時にふと時計を見たらもう9時回ってて、俺これ12時までやるのかなと思って。切りないなっていう。もう切りなしで、ご飯も食べてなかったね。ご飯も食べてないし、もういいだろうと思ってやめたのがこの写真。
でこういうのもなかなか飛ばずにこのね、うん、あのオレンジとかをギリギリで抑えるのはなかなかね、左側、あ、右側とかですね。そうそう、慣れてる人は慣れてる人はいけるんでしょうけど、なかなかね、大体何度、これは何ミリぐらい、大体これぐらいっていうのをね、慣れてくると分かるんでしょうけど、慣れてないとなかなか難しいので、ちゃんともう確認できるっていうのが一番いいんじゃないですかね。まあ、デジタルならではの、デジタルならではのっていうか、ライブビューならではの機能なんですかね。これライブビューの機能の拡張みたいな感じなんですか。拡張ですよね。もうなんか説明されてもわからないので聞かないようにしてるんですね、その細かいところ。まあなんかちゃんと見えるからいいやみたいな。何に使ったらいいのってよく聞かれます。ああ。こういうのに使ってください。夜景以外では何に使えるんでしょうね。でも夜景だよね、基本的にタイムとかバルブって夜景でしょ。そうですね。あとは滝、ただ滝か、渓谷滝ね、とかですね、はいはいはい、30分までなんですよね、使えるのがね、ライブタイムとかライブアルバムはね、そうね。だからちょっと星とかだとちょっと物足りないかもしれない。うん、そうですね。星の人はでも今多重にするのか、重ねちゃいますね。重ねちゃいますよね。はい、でも重ねるのでもね、その 何分重ねるかにしても、はい、その結果をね、ちゃんと確認しながら使えるからいいんじゃないかと思いますけど。そんな感じで続いて結構喋ってるんですね。喋ってますね。あのカモメの写真を、カモメ出た。ついにあのオリンパスが初めて到達した9コマの世界。9コマ。9コマって違いますね。違いますけど大変ですね。大変ですね。あの音が気持ちいいですね。ダダダダダダっていく、はい。写真選ぶのも大変。な感じですけど、まああのそうですね。でもこういうところはちょっと淡々とこの 何枚か続いてますので、3枚続いてますね。3枚続いてきますね。ちょうどだから3枚で食べた瞬間が、食べた瞬間が撮れた、出てきたっていう感じですかね。これは9コマじゃないと無理でしょうね、きっと。そうですね、この隣との差は出ないでしょうね、9コマじゃないとね。ね、6、その、前、まあ、まあ、単純に倍ですもんね。倍ですよね。倍だから、まあ、あと、撮ってみようとも思わないかもしれないね、4コマとかだとこういう感じ、ね。当たんないしな、みたいな感じです、ね。面白くない、なんかこう、コマ送りみたいに見え、だから見せ方も大切かもしれないです ね、うん、ですね。9コマでただ撮っていい瞬間を撮りましたっていう見せ方もあるだろうけど、例えばスライドショーで見せてみたりとか、そういう、まあ昔でパラパラ漫画みたいな、そういう見せ方もありなのかなと思いますけどね。高速連射で、高速連射で、あまり連射は使われることはないですか。めったにないですね。はい、めったにないですね。ない。はい。男は一発勝負、うん。あんまりこうイメージが湧かないです確かに。電車じゃないんだろうな。そうそう。なんかこの時もやっぱりさっきの多重じゃないですけど、何撮ろうかなと思って。はい、でまあカモメはこれまああんまり良くないですけど、餌をあげてる人がいるじゃないですか。餌を投げてる人がいるんで、はい、まあこれはちょうど浅草の船着き場の船着き場のすぐ近くのところで撮ったんですけどね。はい、ああ餌投げてくれてる人がいるから、まあ、そこの横行ってダダダダダって、ダダダダダダダッと取って逃げてダダダダダッと、これ設定にもよるんでしょうかね。あの記録の JPEG とスーパー、僕はスーパーファインにしてるんですけど、 L のスーパーファインにして、でロープラスも一緒にローも一緒に取ってた状態で、だいたい14コマまでは、そうですね、あの、はい、9コマ連射で行って一呼吸置いて10コマ目が行きましたね。あれバッファー開くとまた行くんですね。行きますね。なのであの高速の書き込み早いカードをお勧めしますね。あの方がやっぱりやっぱ早いです、ね、その時も今と同じ使ってたカメラ、あれにストレスなく行けますね。であの読み込みを待ってるのもそんなに時間もなか気にせず、はい、結構早い感じで読み込んでくれました。多分これ JPEG だけで撮ったりするともっといけるでしょう。ロープラスとかにしてなければね、もっといけるんじゃないかと思います。
機能的なところは、まあ、こんなところでいろいろお伺いしてきたんですけども、この後のですね、この中盤なところでは、その先ほどから何回も来ているホワイトバランス補正であるとか、はい、佐々木さん の, その作品作りに使うためのこの OMD の機能みたいなところのお伺いしたいなと思ったんですけど、はい、このタイトルが面白いなと思ったのですがですね、ここにしてもらっていいですか。ブルー本人ブルーはあれですね、ブルーはもうずっと、はい、ずっとしつこくやっている、ブルーここかブルーという項目とかリフレクションという項目ですとかあってですね、あこれはちょっと聞きたいぞという、いやいや、そのシンプル、ね、シンプルにあれですよ、はい、ブルーはブルーなのでブルー、青っぽいからブルー、ブルーリフレクション、はい、その作り方のエッセンスが、そうですね、結構そのまんま書いてありますね、うん、はい、写真をこんな入ってます、ブルーは入ってないんじゃないかなですかね、入ってたかな、入ってないと思いますよ、ないですか、ブルーは入ってなかったかな、うん、入ってない、今日ここにもいただいている写真には入って、入ってない、そうですね、入ってないですね、はい、これは本のところで、はい、あとは教室とかでもずっとやってたりしますけど、そうですね、はい、ずっと前からやられている、そうですね、だから、はい、僕は基本的にはブラックミストナンバーワンというソフトフォーカスを使ってやるんですけど、ファンタジックフォーカスでやっても割に似た感じになるかな、ホワイトバランスの補正をしてです、ね、補正を加えて、はい、その辺のどんな補正を入れているかっていうのも書いてあります、そうですね、これだからオートホワイトバランスに、そうですね、オートホワイトバランスで A をマイナス6にして G をプラス2にするっていうのが基本です、まあ、そうするとちょっと、まあ、ちょっと本ではねちょっと緑っぽくなっちゃってるんですけど、基本的には青っぽい感じで、デイドリームともまたちょっと違う、デイドリームともちょっと違いますね、デイドリームとも違うね、はい、そうですね、この辺がね比較も含めて書いてありますね、ナチュラルからナチュラル、ね、フラット露出補正をして、うん、ホワイトバランス入れてみたいな、入れてみたいな、ね、そうですね、この辺も書いてありますので、逆に言うと実はフラットにするのがミソかもしれないですね、普通に撮るときはナチュラルじゃなくてピクチャースタイルをフラットに書いて、ちょっと会長会長豊かにさせてっていうですね、はい、で次このリフレクションってこれかっこいいですね、かっこいいでしょ、かっこいい、これなかなかおすすめですか、佐々木さんって感じがしました、あかっこいい、これこれはね、そうですね、これでもあれなんですよね、ジェントルセピアじゃないんですよ、この写真もないか、あこれはねある、これありました、これはある、これジェントルセピアじゃないんですよね、ジェントルセピアは使ってますけど、あこれジェントルセピアです、フェースはジェントルセピアですよ、あそうですか、そうですそうです、ジェントルセピアにさらにハイライトシャドウを使ってます、これね、さらに黒を染みてる感じですか、そうですね、だからジェントルセピアは割に締まって普通のセピアに比べると締まってるけどまだちょっともうちょっと柔らかい感じがするので、ハイライトシャドウを使ってググッと締めたり、あハイライトの方をプラス3にしてシャドウをマイナス6にしてるのかな、そうするとコントラストは割と強くつくので、こういう明るいところと暗いところはグッと落ちるので、ハイライトシャドウコントラストですね、ボタンには割り当ててないんだな、あら実はあらすいません、拡大とハイライトシャドウコントロールはもう要ですから、OMD のそうなんですけど、ぜひぜひもうなんかハイライトシャドウコントロールって実は EPL2 ぐらいからね、はい、トーンコントロールっていう名前で入ってたんですよね、これをトーンカーブのような感じで見せるようになったのが、そうそう、なぜボタンをですね割り付けを変えて変えちゃったんですね、 OMD の方ですね、メニューの
ボタンダイヤルのところですね、ボタン機能のところに あるんですけど、今ちょっと私仮にこのムービーボタンのところにマルチファン FN マルチファンクションっていうのがから呼び出すことができます。このマルチファンクションを設定今しました。でマルチファンクションを設定したしてこのムービーボタンを押しましたので、これですね、これでよいしょ、これでコントラスト上げたりシャドウボを下げちょっと黒を締めるぞとかですね、これを結構使われます。使いますね、もうバンバン使います。さっきの桜の時も実は使ってます。ライトトーンの時もちょっとだけコントラストをつけたかったのでハイライトをプラス1にしてシャドウをマイナス1にしてとかっていう使い方をしたりとか、ちょっと調整したりするとき、そうですね、ジェントルセピアにさらにシャドウを締めるっていうのかっこいい、こんなにかっこいいとは思わなかったですね。これはおすすめですから、一応ソリッドセピアって呼んでますけど、ソリッドセピアって名前が、はいはい、名前がついております。勝手な名前がついております。次アートフィルターに入っても怒んないでくださいね。怒んない怒んない、次入れてくれるだろうと思って、ジェントルセピア2はこれになるだろうと僕は信じてますから、ね、ジェントルセピア2がこっちになるはずだと思って。なるほどですね、なかなかかっこいいでしょこれ。かっこいいですね、そう、うん、ぜひだからおすすめなのでジェントルセピア2はこれにしていただければいいかなと。まだこういうなんかちょうど光物とかね、はい、反射があったりするところを狙うと、これはちょうど大手回しのところで撮りましたね。かっこいいですね。この時は 45mm 使ったのかな、全部 45mm 使って、ちょうどその広角だと、まあ本にも書いてあるんですけど、はい、いろんな要素が入ってきちゃうので、はい、反射だけを、まあリフレクションって、光の反射っていう意味で使ったんで、はい、今回は使ったんですけど、光の反射だけじゃなくて余分な要素が広角だと入っちゃう、それで 45mm にして光の反射だけになった。ちょっとこれいくつか写真を持ってきていただいているので、ちょっとトントンって見ていきましょうか。リフレクション、ちょっとジェントルセピアでシャドウをちょっと締めて、うん、これが普通のセピアかな、多分これは普通のセピアですか。あ、違うか、こっちがこれが普通かな、まあいいや、こんな感じで、こんな感じで、45mm ぐらいだとちょうどね切り取りやすいっていうのもありますね、街の一部。これ結構ヨーロッパ行った感じでしょ。そうですね、これ月もちゃんと、うん、まあ、このシャープな 45mm にまた合ってますね。そうちょうど ね、そうそう、だそれがソリッドな感じですね。はい、はい、素晴らしいですね。で続いてはこれモデルさんは何からいきましょうか。ナイトスナップってナイトスナップ、うん、ナイトスナップに行っちゃうの。ナイトスナップはですね、いいですよ、ナイトスナップの写真あります。入れてるでしょ、入れてあるはず、ね、後ろの方に、はい、後ろの方にそこにありますね。90、これだと95になってるのかな。いや、これですね、はい、これですか、はい、これ代官山で、代官山でなんか代官山でやる教室がありますね。ありますから、はい、8月の29日、はい、夜はもう満席、ちゃいました。あ、残念ながら夜は夜はこのナイトスナップで行こうかなと思ってます。そうですね、昼はまだ若干ありますけど、もう間もなく。あ、そんな感じなんですか。そうですね、大人気、夜人気ですね。何を期待してるんですかね、みんなね。そんな期待値上げられると困るんですけどね、僕もね。終わった後の飲み会ですか。あそんなことはないですね。飲み会ね、そうそうそう。9時半って結構遅いですからね。そうですね。いや、Tサイト、代官山の蔦屋さんのTサイト、はい、場所とかその辺もあるし、佐々木さんのその代官山の、まさにこういう写真、どうやって撮れるんだろう。そうですね、だから何やるんだろうと思ってるんでしょうね、多分。ね、三脚禁止ですからね、基本。そうですね。今回も三脚禁止ですから、はい、
だ三脚禁止で夜何撮らせてくれるんだろうっていうのはあるかもしれないですね。だからぜひ 45mm を持ってきていただきたい。これを楽しみが分かっちゃうと、うん、夜楽しいですよね。夜楽しい、夜楽しい、楽しいですね。だからこれがだから45mm で夜撮ってて楽しいのが、まあ、これナイトスナップって言って、まあ、あのちょっと色味を変えてます。でクロスプロセス使って色味を変えるんですけど、普通に止まってても撮れるけど、あのブラセル、ブラシを入れるっていう最後の、そうですね、ずっとちょんちょんちょんっていくと98番かな、98番のところに行くとそれはもう止まっている感じで、ずっと、まあ、普通にまあ手ブレ補正機能があって高感度も使えて明るいレンズだと、まあ、高感度って言っても1600もあれば十分なんですけど撮れます、止まっては撮れます。だこれをいかにブラすかって、これが今回のね夜の講座のミソ、みんなでだからブラして人だけブラして、街はブラさない。これ街もブレてたら意味がないですからね。これさあれなんですね、さらにあのクロスプロセスにさらにグリーンを強くしてるんですね。そうするとなんかちょっと怪しい感じ、夜の怪しさが出てくるかなと思って、うん、いやこのね、あの本の方にもうかっこいいのいっぱい載ってますね。かっこいいですね。これなかなかいいでしょ、うん、だから最初は本でも撮ってる時にずっと止まってる写真を撮ってたんですよ、うん、45mm をつけてたので、絞りも開けられますと、で高感度も使えますっていうので全部止まってたんですけど、なんか違和感があるんですよね。夜のやっぱ暗いシーンって頭の中でちょっと動いてる方が馴染みやすいんですよね。ただ止まってるところと動いてるから両方あるといいから、今回だから OMD だと5軸対応になってるので、このブレがね、なんていうんですか、カメラがこう、カメラのこういう動きに対してもブレが止まるようになってますから、非常にね夜のナイトスナップにも、ね、最適、まあ、で手ブレ補正強いですからね、この OMD は。強い、大変なんですよこれが。もうね、まあ今回ちょっとまあまあいいや、そうなかなか強力ですからね、安心して来ていただければ。でもここで言っちゃったらもう全部答え言ってるのもんだね。まあまああの、まだ来る方は本を買ってくださいみたいな。だからどういう場所で撮るかもまたね、このブ、まあ、ただブラスだけじゃなくて、どういう後ろにどういうシーンがあって人をブラスかっていうのもまた結構ミソだったりするので、そういうのは皆さんの後ろに、ね、歩きながら探せるかなと思います。まあ、T サイト2時までやってますんでね。2時までやってますね。びっくりしましたよ、この間出たら2時までって。そう、家に帰って思わず2時まで誰が来るんだろうねって聞いたんですけど、はい、地元の人は、まあそうですね、 あと車でも来れますので、ね、駐車場が大きい。ああそうか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 、そうですね、3時ぐらいじゃないと人が来ないって言ってました、うん、あそこのスペースも。3時って、あの3時って昼間ですね。あ11時ぐらいからやってるんですけど、3時ぐらいまでは空いてるって言ってました。あそうなんですね。なんで時間がちょっとやっぱり違うんですよね、あそこのタイミングは。夜中やってみますか、2時の講座とか。11時からと、あのそれからは飲みたい、あの飲みながら写真談義っていうことにして11時からやって、で朝活やればいい、次の日の朝。そうするとあのその朝活、夜中のコースと朝活やって帰ってくる。ん朝活って何やるんですか。朝って今は朝活。朝活って何ですか。朝活ってですね、朝の部活って書いて、うん、朝勉強する早く。あそうなんですか。朝の英会話とか、英会話教室に行ってから会社に行くんです。だから7時ぐらいとか。あ、そうなの。7時とかにヨガとかやって、それから会社に行く。あ、じゃあ写真もいいじゃないですか。朝日を撮り、朝日を撮って会社に行こう。そう、あ朝の講座とかいいですね。朝ね、あの誰がやるんだろうそれ。早起きが得意な人。早起きが得意な人。早起き弱いじゃない。まあいいや、まあちょっと脱線しましたけど、そうだからそのやっぱり はい、クロスプロセスって割にね、コントラストも強くなるので、はい、夜だとちょっとコントラスト弱い目になりやすい。まあもともと赤電気がつくのでコントラスト強くなるんですけど、さら、はい、にそれが生きてくる、はい、昼間の方は昼間のことでちゃんと、2本立てで用意しておりますので、代官、はい、山には昼は昼で面白いですよね。そうそう、その前にある入れてる写真は昼間用の写真、
その前。あの柿色ですか。柿色じゃない。柿色はね、あのフィルターがいるので、はい、あれです。あのそれです、それです。あのアナザーワールドと呼んでいる、この真っ白くただ飛んでるだけだろうみたいな。これがね、本ではついちょっと印刷の関係で白くならなかった、逆に出ちゃってるんですけど模様が出ちゃってるんですけど、いかに白く飛ばすかっていうのがこのアナザーワールドのポイントでして、この時に初めて AE ロックっていうのを使う。うん、だからどうしても飛んでる具合を確認するのに、最初これをやった時にマニュアルモードを使ったんですね。あのプラス3段以上飛ばしたい時があるので、ペンでも OMD でもプラス3段までしか露出補正効かないので、それ以上飛ばしたい時にマニュアルでやってたんですけど、マニュアルだとうまく、補正されちゃうんですね。どれぐらい飛んだかわからないので、例えば絞り優先オートで使っている時に一回暗いところで露出を AE ロックをかけておいてあげると、こうどんどんどこまでと、あの露出補正かけてプラス3でも飛ぶようになりますから、それ確認しながら撮れるので、マニアックな使い方ですね。え、いやいや、これこそ AE ロックの使い方って、教室でもみんなが言いますよ。 AE ロックって初めて使いましたってAE ロックはなかなか使うようで使わなかったりするんですよね。そうね、今もう、あの露出補正で合わせちゃいます。あとは露出自体が画面全体を測るようになってたじゃないですか、はい、昔みたいに部分的に測るようになってないの で、逆に AE ロック使わないで撮ったりする機会の方がね増えてますから。なるほどですね。この辺の、そう、それともう一つ話が出てくると、昼間の会には、そう、これ夜は、夜の回はダメですね。使えないですね、確かに。この技はあんまり使っても面白くないかもしれない。でこの技のいいところは、曇ってても晴れてても結果が同じだって。同じだって曇りの日も大丈夫。大丈夫っていうか、そうすると昼と夜と話が違うよって言われると両方来たくなりますね。あ、そうそう、でその昼と夜の間があるじゃないですか、はい、その時はあのプリント持っていく予定にしてますから、はい、プリント見ていただける、モノクロプリント持ってきますから、はあはあ、75mm のモノクロプリント持っていこうかなと思ってますから。あ、そうですか。それをじっくり見ていただける、見ていて、あとはまあ本も蔦屋さんなので、ね、買っていただいて、はいはい、まあ、即席サイン会などをしていただいてもいいです。ちょっと置いててもらうように言っとかなきゃいけないですね。ぜひ、もう蔦屋さんなんであるとは思いますけど。そうですね、多分数があるかどうか、はい、分かりました。昼間はこれと、もう一つはあの一個ね、下の方に行くとねあるんですよ、オレンジの。これなかなかね、こういったところ、こういったところで行きたいと思います。これは何だろうな、なんとつくな、あれ忘れちゃった自分で言っといて忘れちゃったのね。これね、あの使ってるのはポップアートを使ってます。ポップアートを使ってて、でこれはねサンセットタウンっていう、あの夕方の風景を勝手に強制的に、あ、普通の風景を勝手に夕方にしちゃうっていう、あのカスタムホワイトバランスを上げて、上げてやるだけですけど、だからちょっと昼でも終わりがけになった時、半分遮光線になってる方がいいので、うん、終わりがけになった時で使いやすいかなと。この辺の色の楽しみなんていうのもあの話があるんですね。そうですね、はい、でちょうどモノクロの話が出たので、この本の中にもモノクロがふんだんにこう入ってきてて、はい、佐々木さんのエッセンスも外入っているんですけども、写真もいただいてますね。そうですね、あの動物園のやつが、象のやつ、象のやつが、それもっと上ですね。もっともっと。45番ぐらいからですね。そうですね。これどこの動物園ですか。これ井の頭。井の頭の像ですか。はい、花子ちゃん。花子ちゃんって言っちゃいけないのか。一番飼育年数が日本で一番長いっていう。おばあちゃんです。はい、まあ二代目になるんですかね。一応ね。戦前にいた、上野にいた花子の二代目って言うんですよね。この時もあの例のハイライトシャドウコントロールをバリッと使って、はい、あとフィルター効果を結構使って、ね、そうですね、フィルターは基本的にはイエローを使って、ね、イエローを使ってちょっとまあ
モノクロのフィルターっていうのはあのイエローといってもイエローになるわけではなくてコントラストを調整するだけなんですけど、まあ、フィルムの時からありますから、でイエローは割に人間の見た目のコントラストに近くなる割合、コントラストの割合がそれぐらい。イエローなんですね、結構あの強くつけるのかなと思って、赤オレンジなのかなと勝手に思ってたんですけど、はいはいはい、逆ですね、逆、イエロー、オレンジ、赤の順番でコントラスト強くなる。で、あ、今佐々木さんが普段赤が多いのかなと思ってました。ああ、赤までいくとちょっと強くなりすぎちゃうので、うん、ほどほど。で、黄色にして、ハイライト、シャドウコントロールで、そうですね、さらにコントロールするっていう感じですね。前はだいたいその後にコントラストとか細かく設定できるので、うん、プラス1にしたりとかしてたんですけど、最近は割にハイライトシャドウを使うことが多いですね。その方がその天候に合わせてちょっと曇ってたらコントラストが強くなるようにしたりとか、まあ晴れて光強ければそんなに強くしないようにしたりとかっていうの、その車体に合わせてとか、その日の天候に合わせて変えられるっていう良さはありますね。ちょっとモノクロの写真をいくつかね、この続き4枚がありますね。トントントン、光の強いところとサレヤモトですね。こういうのも今までのカメラだと多分撮った後にローとかあのトーンカーブ使って落としてたんですよね。で大体そのモノクロの時で大体トーンカーブ使って落としてコントロールしてたんですけど、今はもうカメラの中でできちゃうの で、まあさっきも言いましたけど、は P3 を使った時に初めてその機能が入ってるってことを知って、うんうんうん、それからちょこちょこ使うようになったんですけど、 OMD はもうそれがダイレクトで、ね、使いやすくなってますから、もう使えっていうような機能にしちゃいましたもんね。使えって言われてもなかなかね、どうすりゃいいんだよっていう。そうですね、中にはあれ使わしちゃダメだろうっていう言ってるカメラマンの人もいましたけどね、一般の人にあれ使わしちゃいかんだろうっていう、 なかなかそうですね、こう理解した上で使ってくださいみたいなところありますからね。そうですね、ただまあ考えすぎてもいけないので、はい、やってみるっていうのは一つの使い方かもしれないですね。本でもちょっと一応基本的なこととか使い方に関して書いたんですけど、試してみるっていうのが一番いいのかもしれないですよね。で、あのオリンパスのそういう調整のいいところ、カメラに入っている補正のいいところは、あの使いすぎても絵が破綻しないっていうか、うんうん、例えばハイライトシャドウ7-7にしてもプラス7マイナス7にしてもちゃんとした絵になってるっていうところはあるので、試してみるっていうのはいいかもしれないですね。結構この、まあ、OMD はそのメカ的な連写な何コマ、9コマとか、うんうん、ケベル補正とか、うんうん、そういったところもあるんですけど、うん、こういったクリエイティブなアートフィルターにしてもそうですけど、そうですね、クリエイティブなところも、うん、あの結構あの作り込んであるカメラですので、そうですね、すごい楽しめますよね。そうですね、そういうところはすごく、ね、充実してるんだと思いますね。続いてですね、アートフィルターのもうなんかあのアートフィルターを使わなくてもアートな感じを佐々木さんが受けるんですけども、そのアートフィルターのところでですね、この本見て最初にリーニクレールまでですけど、ね、リーニクレールね、あのリーニクレールは使うんだろうかっていうのは実はあのそう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 、あのびっくりでしたでしょ。ありました、いきなりリーニクレールが出てきたので、まさかのリーニクレールだったでしょ、はい、最初はやめましょうっていう話をしてたんです、はい、編集の人ともこれは無理ですから、あの写真じゃないですからやめましょうっていう話をしてて、で向こうの方もまあいいですよ、全部入れなくてもいいですよっていう話をしてたんですけど、まあせっかくあるからどんなもんかなと思って使ってみようって使ってて撮ってて、このね一番最後のやつを出してもらっていて、オレンジのやつ、これがねたまたま撮れたんですよ。たまたま撮れたって、そう、変な話ですけど、これピントが合ってないんですよね。この時はオートフォーカスで撮ってて、たまたまなんかの拍子に、まあ僕はシャッター優先にしてるんですね。オートフォーカスがピント合わなくてもシングル F で、ピントが合わなくてもシャッターが降りるような設定してるので、なんか振り返ったらなんか瞬間にああと思ってパッて撮ったら、まだオートフォーカスが動いてなかった、ちゃんと決まってなかった状態で撮ったら、まあピンボケの写真が撮れて、意外にこれいけるかもと思って、
でその後ずっとピントを外して取り出したのが今回のウォーターカラーと呼んでいる水彩のように水彩画のようにしたやつですね。だから一番左のやつにしてもこれはウォーターカラーっていう、もうアウトフォーカスって完全にピント外している状態ですね。このリーニュクレールはエッジをこう、そう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 、エッジを見せていくそうアートフィルターのにエッジを外しちゃったのね、もうね、さすがさすがでしょ。なるほど。1個隣にしていただくとちゃんとエッジので、そもそも2にしてますから、はい、エッジがさらに強くなる、強くなる2を使ってそれをなくしてしまうという、ね、まあ、たまたまそれは撮ってる時に、ピンボケが取れてそれから応用してアウトフォーカスにした。だからこれをやるために最初は、ファンクションボタン2にマニュアルとオートフォーカスの切り替えを入れてたんですけどね。だこれがちょっと戻っていただくとそうこんな感じになる。これはウォーターカラー。で最初はオレンジにしてたんですけど色も青っぽくして、水彩画のイメージが強くなるように青っぽくしてますね。なかなかでしょ。はい、あのこれ見てね、ああ面白い面白いなと思って言いました。こんな感じで、だからでピントの外し具合で、ウォーターカラーの方がにじむんですね。どっちかっていうと線がなくなってにじみ具合、この明るいところ暗いところのにじみの差が、これはあんまり分かんないですけど、あの桜のやつにした方が、桜っていうかそれですね、こうにじみがちょっと白いところとこうにじんだところっていうのが出てくるんですけど、これがピントの外し具合で変わるんです。こう大きくなったり小さくなったりするので、だそれを見ながら自分でいいところを決めて、ちょっと試してみたくなりました。これはそうそう、これなかなかおすすめでございます、はい。でこのアートフィルター全部ですね、こう佐々木さん の, あのエッセンスが入ったのがただ使ってない、普通に使ってないですね、全部。はい、全部今回はアレンジで、アレンジで攻めています、はい。これアートフィルター今11種類か、リニクレで11種類、11種類あって、これ全部やってると今日終わんなくなっちゃうので、あと2つぐらい私気に入ったの、はい、気になったのを聞いてもいいですか。はい、いいです、どうぞ。写真があるやつがいいかな。写真あるのはねこれしかないと思う。ウォーターカラーしか多分入れてもなかった。アートフィルターの入れてる。アートフィルター、あとはさっきやったソリッドセピア。ソリッドセピア、はい、そうですね。これ1個だけこのこれは面白いなと思いました。デイドリーム2にあのホワイトバランス補正。ああ、はいはいはい、あの、ね、ソフトフォーカス効果とね、なんか名前がついてますか。アフタヌーンタイ ム、はい、名前がついてるところ、名前がちゃんとつけてあるんですけどね、はい、アフタヌーンタイムとかですね。他にも名前ついてますよ。デジャブってありましたね。デジャブね、はい、ジオラマを使ったやつね。レトロとか、レトロね、レトロは割に 45mm の講座でずっと使ってますね、はい。でもね、一番僕的にね次入れてほしいのはこれですよ。これ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 、ライトプラスモノクロと、うん、そうですね、まあ、ライトトーンぜひ2でした後にあの画像編集でって言いたくなりますけど、それ一発でっていうことですね。そう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 、もう今もうカメラに入ってるからできるんですよね、きっとね。そう、でもそんなこと言ったらあれでしょ、あれも入ってるでしょ、あのなんだっけ、ドラマチックトーンの2がモノクロになったでしょ。ありますね、あれもあれですよ、僕の影響ちょっとありますよ多分。そうですかね、皆さんモノクロは、うん、まあラフモノクロも以外は全部モノクロ効果を入れられるか。ああ、それそうそうそう、だからクロスプロセスモノクロも実は結構ね評判がいいんです。クロスプロセスをモノクロにしちゃう。あ、そうすると、コントラストがすごく強いモノクロができるんですよ。メリハリの強いモノクロができるので、割にその、あのちょっと一部マニアの間では受けがいい。それは大体みんなビュー2で、アートフィルターをクロスプロセスにして仕上がり設定をモノトーンにするだけなんですけど、これもそうですね、ライトトーンにして仕上がり設定モノトーンです。この、ね、柔らかい感じがお花とかいいですね。そうそうそう、うん、本当にこれはなかなかねおすすめだと思います。これはいい、これ一発で撮れたらいい、楽でしょ。だライトトーンはもう今までみんなの難敵ですからね。難敵ですけど、これはいいですね。なかなか楽しみ、女性
人物でもいいかもしれないですね。モノクロにして柔らかい感じで、はい、でこれのエッセンスがたくさん詰まってますので、普通のマニュアルボンじゃないですね、これはですね。佐々木さんのここから出てきた感じ、好き勝手にやったっていう感じはそんな感じがします、はいはい、好き勝手にやりましたから、はい、で最後ですね、今日のタイトルすっかり忘れてたんですけど、 OMD だけじゃなくて 75mm 語らなきゃいけないんですね。あ、今日あ、これね、これ、はい、持ってきていただいてて、今こう配信の方もですね、 75mm のレンズからちょっと切り替えてもらって、 75mm で開放かな、これでね、開放、開放ですね。これ違いますね。ここにレンズのカメラ、ああ、こっちに行く、見るとこんな感じで、今横からね、 75mm で配信してるんですけど、すごくなんか一部こんな感じで高野さんが目立ってますけど、これ今日の配信していただいているオリンパスライブのアイドル高野さん、あ、みんなの人気なんですよ今。あ、そうなんですか。あ、だから今日はあれ伸びないのね。高野さんがあまり映ってこなかったから、なんかコメントも伸びなかったっていう、そんな感じ。そうですね、はあ、なるほど。菅野もいい出せ、あ、どける高野さん出せって言われる。ああ、そう、ここにだからいなきゃいけないね、菅野さん。で、あ、そんな感じで、はい、こういうね、ボケが出てくるんで、すごい、やっぱり、あ、うん、ね、なんか一説によると難しいっていう評判ばかりが立ってると。 75mm が難しい、映りすぎるとかっていう言ってる人がいるとかいないとかって聞きましたっけ。まあよく、確かによく映りますけど、うん、そうですね。だから僕もこのレンズを使うようになって、もうほぼ今はマニュアルフォーカスで全部行ってますね。うん、やっぱマニュアルフォーカスの方が自分が決めたところにちゃんとピントが間違いなく行くっていうのもありますね。確かにオートフォーカスでも行くんですけどね。それって先ほどのカスタムのボタンとかも変わってきてる。そうですね。そう、確かにオートフォーカスでもちゃんと行くんですけど、もう一歩突っ込んだところで、特に 75mm っていうと、だから換算で150でしょ。それで開放か、まあ開放は使わないですけど、2とか 2.5 とぐらいは絞りますけど、それでももう点ですからね。ピント薄いです、ね、そうするとやっぱりどんなに14倍で小さく持ってったとしても、うん、ずれる可能性があるですね、うん、で逆に見えるんだから、ファインダーで見えるんだから、こう使ってあげると。ただ問題なのは、ね、ちょっと動くだけでここが見こうかな、こうかな、これをちょっと動くだけでピントがずれちゃうので、持つときにこうちょっとわざと、ね、ピントリング持たないようにして持ってたりしますね、うんうん、こういう感じか。ピントリングに手をできるだけかけないようにして、意外だったのが、待ち取りで75だと、はい、うん、ちょっと望遠すぎるんじゃないのか、狭すぎるんじゃないのかなってずっと思ってたんですけども、ね、全然全然、もう今も 75mm、 もう 75mm でもうバンバン使ってますよ。だから写真をいくつか、写真も結構モノクロで全部持ってきましたけど、はい、あ、最初モノクロじゃないのもありますね。この辺からです、この辺からですね、70番ぐらいですかね。そう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 、ちょっとトントンと、これもなんか明るい感じね、見てボケが綺麗に出る。これは絞りは結構丸作ってますね、隅々まで丸円形木で。皆さん円形木のことを言いますけど、もっと大事なのはこの葉っぱの感じが、これだけ強い光が来てるんで全部ちゃんと出てるでしょ。うん、まあ、これは OMD のおかげもありますけど、うん、これレンズがいいからこれが出てるんじゃないかなと思います。これはね、ちょっと絞ったんですね、 F5 まで絞って撮りましたけど、ちゃんと後ろ、この時は逆に言うと後ろまでちゃんと丸くなっているので、うん、やっぱり絞っても綺麗に丸くなるっていうの気持ちいいですよね、うんうん、この次のなんかこうこれね、これはね、本当は本で使いたかったんですけど、はい、このクモの巣の細いのが全部見えているので、うん、ただクモなのでね、ちょっとグロい、うん、ちょっと大きく見たくないみたいな、うん、もうちょっと勘弁してくださいみたいな感じなので、この編集の方がクモ嫌いだったんですか。
いやっていうか僕もちょっとこれはあんまり逆にそこを大きくした方がいいですよねっていう話になって、はい、これ大きくすると危険ですよねっていう話になってちょっとグロテスクな感じグロテスクな感じが強くなっちゃうんで、でまあこれはやめました。ただまあすごくこう細いところが全部、ね、ピンと見えてますから、トロークも両方レンズもいい絵を持ってきてくれてるし、うん、それをちゃんと OMD が受け止めてるっていうことなんだと思うんですね。次行ってみましょう。これすごく立体感あるでしょ、奥行きというか。そうですね、うん、こういうのだからもうぜひネイチャーやる方なんかも、うんうん、この本でもちょっと触れてますけど、うんうん、単焦点のいいの持ってね、まあ、あのハイグレードポートレートレンズ、じゃあ名前はね相性ですけど、あそうでしたっけ、まあ、ポートレート撮れっていう話、ポートレートレンズって名前をつけていますけども、そう、ホテル撮るだけじゃないです。深さみたいなね、圧縮効果も加わりますし、うん、奥行き感みたいなのはやっぱりこれ結構暗かったんですね、はい、撮った時はもう夕方近くで暗かったんですけど、まあその木のディティールみたいなところまでしっかりね再現してくれるので、はい、まあ、なかなか楽しいんじゃないかと思いますね。ネイチャーで絞り開けて撮っていくっていう、うん、今まで絞れ絞れですからね、うん、ネイチャーの方だいたい11とか16とか絞れ絞れですけど、もうオリンパスだったらこの開けてみよう、開けてみよう、開けて出してみようっていうのも一つの提案かなとは思っています、うん、次がモノクロの、そうですね、これも今見えないからこう葉っぱ、花から、ね、花のところからこう、はい、雲の糸みたいなのがピューッと本当は出てるんですよ、これモニターでちょっと見えるでしょ、うんうん、これ本が出た後に撮った写真ですからユーストリームの画面だとちょっとね分かんないかもしれないですね、うんうん、まあ、そういう細かいところがすごくね綺麗に出してくれる。はい、次、まあ、なるほどですね、75なかなかいけるでしょ、うん、75 で、 そうですね、まあ、ちょっと離れたところで、まあ、狙ってますけど、こういうシルエットみたいなのを、ね、はい、思い切って揺れるんじゃないでしょうか。はい、次行ってみます。だからよく75で、まあ、今後講座もやらせていただくようですけど、そうですね、はい、何を撮ったらいいんですかって聞かれるんですけど、逆に言うと何でもいいんですね、うん、気になったところを撮ってみようよって、ただ撮るときにちょっと離れたところを狙ってみよう、いつもより離れた、まあ、それは45でも言っているんですけど、うん、45でもちょっと離れたところを狙うけど、さらに離れたところを狙ってみるといいですよっていうのが、うん、まあ、75mm の使いこなしかなと思います。変にこれを撮らなきゃとか、ポートレート撮らなきゃって被写体決めすぎない方がいいんじゃないかと思います。だ次のちょっと写真見ていただくと猫出てきますけど、猫もこんななんか、うん、ある程度離れたところから僕は狙ってるので、向こうもリラックスしてるんですよね、うん、すごく。本当にもうこっちが撮ってるってことを意識しないで、今自分がやりたいことをやってくれるっていうのがいいのかなと思いますね。はい、これはもう本当に、うん、いいですね。あの多分ね、手前のちょっと反射が強いところでピントを取ったんですけど、うん、オートフォーカスはちょっと辛いかもしれないですね、なかなかね。マニュアルで撮るパターンで、うん、いきますね。はい、これはたまたま横須賀にちょっと誘われて行った時に撮りましたね。横須賀でなんか軍港巡りの船があるんだけど、横須賀はまあ、チュリできそうな感じですか。うん、横須賀撮りたいなって言われたことがあるんですけど、あでも夜の方が面白いかもしれないですね。 夜ですか。うん、あのドブ板通りとかは昼間行くともうなほとんどあのハンバーガー屋さんがあるぐらいでそんな人が出てない、うん、ただ軍港巡りは面白いかもしれない。船を追ってずっとぐるっと回るんですけど、軍港を回りながら写真が撮れるので、うん、それは結構面白い。船で回るとかあるんですけど、それ回って撮っていくというのはありかもしれない。まだ横須賀だからこれも多分軍港、これ軍港巡りをやる切符売ってる待合所にある
そのシャンデリア、昔のシャンデリアらしいんですけど、うん、まあ、そういうの撮ったりとか、まあ、次の写真はドブイダ通りで、まあ、横須賀だからスカジャンかなと、うん、ベタにね。でこれは 75mm のなんか空気感が感じますね。なんかでやっぱりちょっと日本の夏といえば風鈴かなっていうのを次に、うん、風鈴あれチラチラと出てくる、まあ、こういうのもなんかとってもね、意外にマニアにおすすめなのが次の写真が、まあこれ昼間から飲んでたんですけど、この日もこれ、これここにあるプリントだとよくわかんないんですか、ね、よくわかんない、なんかね、ビールのなんかネオンみたいなのが映り込んでるんです、窓に。ああ、そうなんですか。はい、もうこれだと潰れて、完全に潰れてますね。はい、じゃあ次に行きましょうね。こういう細かいのはわからない。で、これは猿島って近くの船で10分ぐらいのところで渡れる島があるので、だから軍港巡りと猿島みたいなのはありかもしれない。これ島に渡る、島に渡るんです、船で10分ぐらいで渡るんですけど、また船に乗って帰ってくる。そうですね、はい、軍港巡りの中にもここも待っててくれるんですか。いや別です、また別なところに行って次の便で帰ってくる、はい、そうですね、あの軍港巡りは軍港巡りであって、でまた別なところに行って猿島に渡る、1時間に1本あって、まあ、無人島、基本的には無人島なので、夏だとバーベキューやったりできるんですけど、基本的には最終便で帰ってこなきゃいけない。帰ってこれない場合は電話して、迎えに来てもらわなきゃ、別で泊まれないんです。泊まっちゃいけない、泊まっちゃいけない、はい、泊まっちゃいけない。もともと軍、あの要塞ですから、軍事的な要塞ですから、こういうこのトンネルもまあ軍、あの倉庫の跡なんですね、弾薬とかをしまってた倉庫の跡 で、まあ、たまたまその歩いてきてくれた人がいたので、いい具合になんか雰囲気が出た。面白そうですね、これ。なかなかね、さ、あの、その2つの組み合わせをなんかこの今回そのちょっと誘われていったんですけど、面白かったですね。もうそういえばたまたま軍港の写真はなかったですね。軍港見るような写真もなかったです。はい、これすごいですね。これなかなかね、うん、今までのオリンパスはなかなか表現しづらい、表現そんなこと言っていいのかみたいなこれは 75mm の出番って感じですね。そうですね、これでも両方でしょうね。 OMD があって 75mm、だからもう僕にとっては 75mm は OMD のマストアイテムなんです。マストアイ、 OMD の良さを引き出してくれるのも、 75mm の良さを引き出してくれるのもやっぱり共にあるものなのかなと思ってますけどね。これすごいなと思いましたね。なかなかこう光の感じもね、いい、光の感じもいいですね、うん。銀座で横須賀から銀座に戻ってきました。銀座に戻ってきて撮った感じですけど、だまあこんな感じでなんか気になるものを撮ってるだけで絵になっちゃう。だからこれなんてもう曇ってますから、後ろ見ていただいても分かる、曇ってますから。今までだとモノクロで曇ってると、これだけ曇ってるとなかなかこう黒も締まらないですし、絵になりづらかったんですけど、まあこの時はまあ確かにハイライトシャドウっていうのがあるのでね、締まりますけど、レンズが持ってきてもあのハイライトシャドウ、ハイライトシャドウ入れてます、入れてます。多分、あのさっき言ったみたいにハイライト3のシャドウ6とかしてますね。すごく黒の締まりも良くなってきて、うん、で例えば締めすぎちゃうと今度左側のビルなんかがこう潰れちゃったりするっていう危険があるんですけど、あれ OMD そこが粘りますから、はい、思い切ってハイライトシャドウも使えるのかなっていう気がしますね。最後のシーンですね。まあこれは日比谷公園で、日比谷公園、はい、噴水を撮って、だから望遠です、望遠レンズになるから大きく撮れるんですけど、自分が思いっきり離れてあげれば、こういう空間をね、捉えてあげることもできるので、だから多分まあ 45mm でもよく言ってるんですけど、写真を撮るときに一歩近づけ近づけ近づけっていうのは言われると思うんですけど、望遠レンズでスナップやるときは離れろ離れろ離れろっていうのがちょっとコツなのかなとは思いますね。離れることで、あの風景まとめることもできますから、
で離れれば前傾が入って中傾が入って円傾が入ってっていうので圧縮効果もね、うん、使いやすくなるのでちょっと離れてみるっていうのもいいかもしれない。街中では特にいいんじゃないかなと思います。なるほど。いろいろこう結構たっぷりと皆さんあのついてこれたかなっていう感じですけども、あのまあ結構深い話があったんですけど、よりこう深くっていう方にはこのやはりこの本をこちらですね、この本を読んでいただいた上で教室に来ると来て、はい、もう教室は今後これがテキストになります、ね、テキストになります、ね、これ基準になりますか、基準で、ね、皆さん買ってこなきゃいけないですね。そうそう、あれ教室で売ってくれないんだ、ここでの販売はないのか。そうです、ね、できないのか。教室にこの値段を入れて差し上げることはできると思います。ああ、それいいですね。そういうのはできるかもしれない。そうですね、そうですね、いいかもしれないですね。持ってる方は2冊3冊増えていく。そういう問題があるんですよね、それあるとね。そうなんですね。でぜひ75ミリの佐々木先生の教室もこれから、はい、これからもう上がってんのかな、9月まだだっけ、まだ上がってない、まだか、10月からかな、いや、9月からじゃなかった、9月から、いや、確か9月からやってますよね、はい、ちょっと今調べてます、はい、うん、で結局誰も何も聞いてくれなかったってことは、誰もついて聞いてなかったってこと、なんか宇宙の話をしてた感じ。この本見てると、そうですね、だからこれね、本を見ながらアーカイブを見るとなんか言ってることがよくわかるかもしれない。そうですね、そうですよね、はい、本を皆さんあれですね、あの発売後にやった方が良かったですかね。皆さん本を開いてくださいみたいな感じ。じゃあ来週も行きましょう。なんだそりゃ、本が、いやでも本当にですね、細かい佐々木さんのエッセンスが入ってますね、これ。そうですね、あのよくうちでも言ってるんですけど、写真集以上に気合は入っている。写真集って一つのテーマでまとめると思うんですけど、はいはい、これはいろんなことをいろいろ詰め込んだので、はい、ただそうですね、あの詰め込みすぎだと言われております、字が多い。いやでもこう、あ、出てた、出てた、ちょっと使いこなしたい方ですね、まあ、いろんなヒントがこのままで佐々木先生のエッセンスが入ってますけど、それをにピンときてね、自分のエッセンスを作っていただいてもいいかと思いますし、そうですね、そうそうそう、ぜひあの OMD を持ってない方も十分楽しく読んでいただけるように頑張っておりますので、いろんなこうアイディア発想が入っているのが、はい、面白いなと思いましたね。でで中にもこの本買うと OMD ついてくるのかっていう方もいらっしゃいましたので、あの漏れなくそんな気持ちになるかもしれないっていう。そう、もう OMD をついてきたくなるにいますね。確かに、はい、そうそう、あ、75ミリ教室出てますね、出てますね、はい、9月14日金曜日ですね、はい、あの平日の昼ですけれども、はい、お、やっとなんか来た、じゃ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 ーん、宮城さん、発売日は、発売日かね、明日、全国の書店、明日か、明日発売だそうです。明日発売です、はい、で書店は多分全国どうかわからないんですけど、一番早いのはアマゾンかな、アマゾンで今もう載ってます、予約も受け付けてますので、アマゾンでは予約も受け付けてますので、はい、ただネットできない方はどうすればいいんだ、ネットとか書店に注文、そう、書店に注文ですね、ですね、一応発売は明日になります、はい、出版社、出版社はなんだっけ、技術評論者さんですね、舌を噛むだろうと思っています、はい、すいません、東北出身だと技術言えないんです。いや、そうなんですか、どうも俺だけかな、すいません、東北出身の方に怒られそうです。ありがとうございます、ぜひもしあのネット見られる環境にありましたら、はい、佐々木啓太って入れて、
ページなんかやっていくと Amazon 佐々木啓太本っていうのが出てくるので、そこで出てくると思います。はい、はい、出てくると思います、はい、非常に面白い、読み応えのある本ですね。まあ、なんか作品作りに一つなんかエッセンスを加えたいなんていう、そうですね、なんかやってみたいなとかって、こんなこともできるんだなっていうのを分かっていただくと、はい、あ、高野さんですね、はい、はい、じゃあお時間になりましたけれども、あとは教室の案内をしましたしですね、まあ、またまたあのあれです、あの僕自身で Facebook ページとかもやってますので、そうですね、あのどんどんそちらで、あの佐々木さんの Facebook ページにあの写真もいろいろ出てます、ね、写真もあの 75mm のモノクロなんか割に写真いっぱい最近載っけてますんで、はい、ああそうか、そんなのも見ていただきながら、はい、はい、これが自分の名前で検索できないっていう、あのとんでもないことになっておりましてですね、名前を自分の名前にしておかなきゃいけなかったんですね。そうなんですね、佐々木啓太っていうのにしとけば検索できたんでしょうけど、はい、啓太ズページ2ってやるとちゃんと出るんですけど、はい、もう終わりですね、もう終わりなんですよ、はい、気づけば2時間2時間あっという間でした、あっという間に終わってしまいましたが、はい、あのまあ皆様のリクエストがあればね、今後また、そうですね、この2あの第2夜があるかもしれない。スタイルブック2本の方本は無理、本は当分もうだ出し切ってますから、今自分の持てる全てを出し切りましたから、エッセンス開発が必要ですね、うん、もうちょっとあの貯めなければいけないですね。次続いての、はい、やっぱり皆さんこういろいろ質問しようと思ったところ、こうすごいあの全速力でお二人のついてくる、はい、そうですね、またそれであれですよね、あのこう本の中でもそのなあの菅野さんだったら縦読みがホワイトバランス読みだったじゃないですか、あ、また違う読み方がきっとできると思うので、あ、そうですね、次回はこう、ね、はい、あのこちらの本の斜め読み、斜め読みの回、ここから何を読み取る、あんまり詳しく読むと本当のこと書いてねえだろうみたいなね実際取れないんですけどって。いやこのねホワイトバランスのねとこだけ見ていくと楽しかったですよ。あ、ここでこういう気分だったのかなとか。そうですね。あれに色ってこう出やすいですよね。その雰囲気とかね作りやすいので、で変えそれが変えやすいのがデジタルカメラの特権でもね、はい、ありますか。アートフィルターも最近みんなこう同じアートフィルター使う。じゃないですか、はい、それにさらにこう、はい、プラスなんか自分のエッセンスを入れたいっていうと、はい、うね、う前はアートフィルターだけでも、うん、その例えばラフモノクロームだったらラフモノクロームだね、でも俺のラフモノクロームはちょっと違うぞみたいな、そうそうそう、そういうのがぜひやっていただければ、ね、あのフィルターとかも使ってますので、若干あの約 1枚もうすでに発売されて売られてないフィルターも出てます。あのユーロセピアというのはよく使うんです、よくっていうか色つけたりするのに使うんですけど、もう、あ、もうないんですか。今ないんですね。で、まあ健康さんから出てまして、健康さんのネットでのアウトレットショップに行くとまだサイズによっては若干残ってたりしますけど、で、まあ、ここに紹介したのがあの丸美さんのフィルターで同じようなフィルターがあったんですけど、僕普通に店で買って書いたんですけど、編集の方が調べたらそれすらももう今ないんじゃないかっていう話なので、まあまあいろいろ次回になるまでにはその代替で新しいテクニックを考えたい、方法を考えたいと思います。先生の自作フィルターシリーズ、自作フィルターあれはもう終わってますから、あのもやっとで終わってます、もやっとフィルターで終わってます。もやっと2ないですね。もやっと2はもう無理でしょうね、はい、じゃあ以上で次回にもなりましたので、はい、どうも2時間ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。また教室の方引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ただ講座の方で募集の講座もありますね。そうですね、初の土日講座もありますので、9月には。あ、そうです、はい、最近お休みでしたね、土日。
そうですね。いや、3回でやるのは初めてじゃないですか、土日ですか。土曜日だけとか、土曜日2回とかっていうのは今まであったけど、3回がっつりやるので土日、はい、3回で土日っていうのはなかったですかね。初めてだと思いますね、うん、またぜひね、働い仕事のある方ぜひ参加してみてください。それでは2時間、はい、見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。まだ映像映ってるんでした。ここでビール飲んだら笑うんだろうね。笑うとか怒られるんだろうね。